はい、それでは母体横断完全理解コースの第3回目ですね、講義を始めます。担当はレックス専任講師の渡辺です。今回から計算はいよいよ本格的な論点に入っていきます。第4章ですね、現金預金見ていきましょう。今回はこの第4章すべて見ていきます。で、各章ですけれども、最初に過去8年間においてどのくらい伝えされているのかということを確認してから、その後でその内容を学習していきます。論点によっては毎回のように出ているものもあれば、そうではないというようなものもあるわけですよね。で、やはりメリハリをつけて勉強していきませんと、限られた時間の中で、最大限の効果を上げるということができませんから、ですから、まずはこのようにですね、どのくらいの頻度で出ているのかということを見ていこうと思います。で、この第4章現金預金ですけれども、計算としては簿記論の第1問から第3問、それから財務諸表の第3問、これが伝えされる問題ということですけれども、ご覧いただきまして分かりますように、簿記論、財務諸表論ともに第3問、つまり総合問題ですね。総合問題では必ずと言っていいほど伝えされているのがこの現金預金です。よく考えますと、現金とか預金というのは会社の中の最も大事な資産ですよね。総合問題の中では当然に問われる内容ということになるわけですね。で、この現金預金ですけれども、論点として、他と切り離すことができます。ですから何が言いたいのかと言いますと、総合問題として伝えされた場合であっても必ず得点しなければいけないんですよ。ここを落とすと痛いんです。ですので穴のない勉強、この後説明していきますけれども、この第4章の現金預金の内容のうちですね、あんまり重要性高くないっていう部分も一部あるんです。一部あるんですけれども、それを除いてはとにかく穴のない勉強をしなければいけないんです。出たら絶対取らなきゃいけない、そういうつもりでこの第4章は見るようにしてください。苦手とか言ってられない論点ですからね。はい。で、現金預金ということですので、現金と預金に分けて見ていくわけですけれども、第1節が現金です。4の1ページですね。第1節現金ということで、いくつか論点があるわけですが、一番最初に見ていきますのが現金の範囲です。この現金の範囲、要するに現金勘定、帳簿上の現金勘定で処理するものには一体どういうものがありますかということなんですけれども、日商三級とか、それから税理士の入門会計ですね、そういう講座の中でも扱っている論点です。ただしですよ、日商三級とか、あるいは税理士入門会計講座などでは、何を現金勘定で扱うのか、何を現金勘定で扱わないのか、そこに終始すると言いますか、要するに借り方現金として仕分けをするものには一体何があるのかというところ、そこのみにフォーカスを当てて、この現金の範囲というところを学習しているかと思います。今皆さんは税理士試験簿財の勉強をやっているわけですよね。特に総合問題ではパターンとして決算整理前残高試算表が与えられるという、そういうパターンが非常に多いわけです。財務諸表論の計算問題ですと、必ずそのパターンなわけですよね。はい。計算の総合問題の典型的な出題パターンというのは、資料として与えられるのが決算整理前の残高試算表、あとは決算整理事項が何ページにもわたって書いてあって、回答として財務諸表であったり、あるいは簿記論ですと決算整理後残高試算表であったりというものが問われる。この出題パターンに当てはめた場合に、一体どういう問われ方をする可能性があるのかということも考えながら押さえていかなければいけないんです。別にこれ現金とか預金に限った話ではなくて、これから学習する論点すべてに言えることなんですけれども、単にその論点を
仕分けできますとか、数字出せますとか、それにとどまるのではなくて、実際税理士試験においては総合問題が出るわけですからね。総合問題ではどんな形で出題されるのか、これをイメージするわけですよ。で、総合問題に織り込まれたときに数字を出せるような、そういう勉強をしていかなければいけませんよと。だからそういった意識を持っていかなければいけませんよということですね。まあ、勉強の仕方がよくわからないという方、最初の頃は結構相談に来られる方多いですけれども、まずはそのような目的意識、総合問題でこの論点が出たらどのように数字を求めていったらいいのか、そういった意識を持つようにしてください。まあ、現金ですと、総合問題の中での主な出題パターンというのは、期末の現金実査ですね。要するに、期末決算日において金庫を調べたらこんなものがありましたということでずらっと示されるわけです。で、中には間違っている処理が行われていたり、あるいは未処理であるものがあったりということで、そういったものを修正していくというパターンですね。それから、この後見ていきますけれども、現金過不足の処理が総合問題の中で問われるというパターンもあります。こういうことを意識しながら見ていくわけです。で、この期末の現金実査の問題の中では、現金の範囲に関する知識が必要になってくるわけですね。はい。というわけで、その簿記上の現金、一体何があるのかということですけれども、ご存知だと思いますけれども、簿記上の現金、つまり帳簿上現金勘定で扱うもの、取得したときに借方現金として仕分けをするものというのは、我々が一般的に現金と呼んでいる、いわゆるお金ですね、通貨ですよね。それだけではないんです。紙幣硬貨といった通貨だけではなくて、通貨代用証券、これも含まれるわけですね。で、通貨代用証券というのは何ぞやと言いますと、即時換金可能な証券類。だから要するに、簿記上の現金というのは、お財布の中に入っていますいわゆる現生のことを意味するわけではなくて、即時の支払い手段、それを意味しているわけなんです。今すぐに支払い手段足りうるもの、それが現金ですよということなんですね。で、この通貨代用証券なんですけれども、さまざまなものがあります。4の1ページにその具体例が示されていますね。はい、現金の範囲とありますけれども、通貨と通貨代用証券、通貨代用証券の例としてはずらっと並んでいるわけですけれども、あらかじめ申し上げておきますとですね、この通貨代用証券に含まれるもの、これを覚えるというよりは、紛らわしいものですね、これに含まれない混同しやすいもの、これを抑えていった方が効率的なんです。実際この後数値例見ていきますけれども、問題解くときにも何が現金に含まれるのかということを加算方式で集計するのではなくて、含まれないものを弾いていく減算方式で計算していくと、その方が効率的といいますか、正確でもあるんですね。もちろんこれが覚えられればそれに越したことはありませんけど、なかなか大変じゃないですか。だから紛らわしいものを落としていくような形になります。とはいえ、一応説明はしておかなければいけないと思いますから、だからまず最低限覚えなければいけないもの、それを押さえた上で、あとはこのリストに載っているもの、少しずつ説明はしていきたいと思いますけれども、まず他人振り出しの小切手、第三者が振り出した小切手、これは必ず覚えておかなければいけませんね。で、小切手というのは皆さんご存知のように、金融機関に持っていきますと、お金に換えてもらえるという、そういう特徴があります。即時換金可能な証券なわけですね。ですので、他人が振り出した小切手、これは現金として扱っていきますよということです。で、あとその下にいろいろと書いてありますね。なんかよく似ている名前が並んでいますけど、送金小切手、送金為替手形、預金手形、預金小切手っていう場合もあります。だから手形とか小切手とかいろいろ名前が錯綜していますよね。郵便為替証書、振替貯金、払出証書なんてものがありますけれども、だいたいこういったものというのは、お金を送るとき、つまり支払いですよ、支払いの際に使う証券類なんです。
支払いするときに、例えばですよ、お金で送るってことになりますとかさばりますし危険性も高いと。ですからこういった証券類を使うわけなんですね。まあ、送金小切手も送金為替手形もこれは決済で用いるものです。まあ、預金手形あるいは預金小切手と言いますけれども、まあ、これも同じように決済で使うものなんですけれども、最近はもう買うことができなくなりましたが、トラベラーズチェックというのは、この預金手形の一種類というふうに考えられます。ちょっと前までですとね、海外旅行に行くときにはお金持ち歩くのが危険だからということでトラベラーズチェックを買って持っていくなんてことをしたわけですけど、まあ、今はクレジットカードで十分ですね。海外に行ってもなんとかなりますからね。ですからおそらく今国内ではトラベラーズチェックを買うことはできなくなっているかと思いますけれども、お年配の方なんかですとね、おなじみのものだと思いますけれども、そういったもの。あと郵便為替証書というのは、これも中にはご覧になったことある方もいらっしゃると思いますけど、小為替ですね、郵便の小為替。お金を送る際に郵便局に行って小為替を買って、そしてそれを送金する、送付すると。で、受け取った方はその小為替をまた郵便局に持っていきますとお金に変えてもらえるなんて。結局これも送金ですよね、支払いに使うようなものなんですけれども。あと、振替貯金払い出し証書ってありますが、これは小切手の郵便局版ですね、ゆうちょ銀行版ですか、そのように考えていただくといいのかなと思います。ということで、さまざまなものがありますけれども、ほぼどれもその支払いの際に使うようなものなんですね。似たような名前が出てきたら大体これ現金の範囲に含まれるというふうに考えてもいいわけですけれども、このような名称そのものを別に覚えておく必要はありません。あとは一覧払い手形とありますけど、これこの後出てきますけれどもね、一覧払いという言葉は後ほど説明しますが押さえておいてください。一覧払いというのは書いてある期日に関係なく金融機関に提示されたら金融機関が支払いを拒めないという、そういった証券のことを言うんです。ですから一覧払いであれば書かれている記述にかかわらずですね、金融機関からお金を受け取ることができますので、ですので即時の換金可能な証券類ですよということになるんですけれども、ここは一覧払いという言葉だけですね、後ほど出てきますけれども確認しておいていただければと思います。あと株式配当金領収書ですね、これ株の取引やられている方ですと、ご存知だと思いますけれども、配当金です。株持ってますと配当金、年に2回ですね、通常は期末の配当、中間配当と受け取ることができるわけですけれども、今だいたい配当の受け取りっていうのは口座ですよね、銀行の口座なんですが、配当金領収書という形で受け取るということも選ぶことができるわけですね。でそうすると配当金領収書という、領収書という名前なんですけど送られてくるわけですよ。でこれを金融機関に持ち込みますとお金もらえます。配当金受け取ることができるわけですね。ですから即時換金可能な証券ということになるわけです。それから期限到来済みの公社債利札とありますが、これ後ほど説明します。公社債の利札、これもちゃんと押さえておかなければいけない。だから言葉としてしっかり押さえておかなければいけないのは他人振り出しの小切手、株式配当金領収書、それから期限到来済みの公社債の利札で、後のところはですねアバウトで結構です。むしろ紛らわしいもの、これを落としていくような形で回答すればいいのかなというふうに思います。一番最後の国庫金支払い通知書っていうのは還付通知書ですね。で通常税金の還付っていうのは銀行の口座を通じて行われるわけなんですけれども、口座書きませんとね、これ送られてくるんですよ。国庫金の支払い通知書というのは送られてくるんですね。だからこれを金融機関に持ち込みますとお金を受け取ることができると。だからこれも即時換金可能な証券に当たるわけですけど、あまり持っていないですよね。はい。というわけで。すいません話を戻しますけれども、一応言葉としてちゃんと押さえておかなければいけないのはこの黄色でマークしました3つで、あとは紛らわしいもの、混同しやすいものですね、そちらの方から押さえておきましょう。 4-2 ページに、ピックアップということで、現金と混同しやすいものを示されています。上から順に見ていきますと、まず自己振り出し小切手とありますね。この自己振り出し小切手というのはこれですね、
他人振り出し小切手に対応する概念で、かつて自分が振り出した小切手、それが自分のところに返ってきましたよっていうものなんです。まあ、小切手に関してはこの後当座預金のところで見ていきますけれども、まあ、でも皆さんご存知ですよね。当座預金の口座を持っていればこの小切手を作成して相手に渡すことによって、相手が金融機関にその小切手を持ち込んだときに当座預金の口座からお金が引き落とされると、まあ、つまり自分が銀行に行かなくても小切手を振り出して渡せば相手がですね銀行の口座からお金を出してくれる、そういうものですよね。で、かつて自分が振り出した小切手が自分のところに返ってきましたよということなんですけれども、この場合はですよ、受け取った時に借方現金ではなくて借方当座預金という仕分けするわけなんです。なぜ借方当座預金なのかといいますと、小切手を振り出した時に当座預金勘定を減らしているわけですよね。何か理由があって小切手を振り出したわけですよね。例えば買掛金の支払いなどの理由によって小切手を振り出したわけですよね。で、小切手を振り出したらこれいずれ当座預金の口座からお金が引き落とされるわけですから、ですからもうそれを見越して貸方当座預金という仕分けをしておくわけじゃないですか。当座預金勘定を減らしておくわけじゃないですか。でもその小切手が自分のところに返ってきたわけですからね。で、返ってきた小切手をまさか自分が金融機関に持ち込むことはありませんよね。小切手が返ってきたらハサミ入れて終わりですよ。ということは当座預金の口座からお金が引き落とされる可能性がなくなったわけですから、ですから小切手を振り出したときに減らしていた当座預金勘定を元に戻すんですね。借り方当座預金という仕分けを見ますと当座預金勘定が増えているように見えますけど、そうじゃなくって、振り出し時に減少させた当座預金勘定を元に戻しているんです。マイナスを取り消している。だから借り方当座預金ですよということですね。で、いずれにせよこれは現金勘定ではありません。金融機関に持ち込むことはないです。持ち込めば確かにお金に変えてもらえますけれども、そういうことは普通しないでしょう。ハサミ入れて終わりですから。ですから減らしていた当座預金勘定を増やしてそれで終わりですよということなんですね。はい、あと宮出し小切手、これ後ほど説明します。それから先日付小切手と読みます。先日付で、先日付小切手ってのはどういうものなのかと言いますと、例えば現在、ね、今日が平成バツ1年3月31日だとして、はい、受け取った小切手の振り出し日が×1 年4月30日と書いてありますよと。要するに嘘が書いてある小切手ですよ。3月31日にこの小切手を受け取ったんです。まあ、小切手を受け取ったということは商品の販売代金などを回収したという、まあ、そういう意味ですよ。で、振り出し日が将来の日付になってますよと。これが先日付小切手なんですね。嘘が書いてある小切手なんです。で、小切手っていうのは実はですね、一覧払いといって、まあ、先ほど出てきましたね、一覧払い。一覧払いといって、書いてある日付の以下にかかわらず、お金に換えることができるものなんですよ。だから金融機関はですよ、仮に今日が平成バツ1年3月31日だとしてですね、将来の日付が書いてある小切手が持ち込まれたときに支払いを拒めないんです。一覧払い。なんですね。だから法的にはですよ、この小切手を金融機関に持ち込めばお金に換えてもらえるわけなんですけれども、そもそもなんで将来の日付が書いてあるのかといいますと、相手先、この小切手を振り出した相手先ですね、4月30日になったら払うからちょっと待ってねと、そういう意味で先の日付を書いてその小切手をよこしたわけですよね。要するにちょっと待ってくれよと。で、当社とすればそれを受け入れたわけですよ。分かった、待つよと。銀行持ち込まないから、4月30日になったら持ち込むから、だからそれまでにお金入れといてねと。法的には持ち込めるかもしれませんけれども、実質そんなことしないんです。そういう召喚行があるわけですよね。まあ、そうであるならばその実質に従って会計処理しましょうと。まあ、会計というのは法的な形式よりもその経済的な実態ですね、実質ですね、そちらの方を重視しますので、この先日付の小切手についてはこれは法的にはすぐにお金に換えられるかもしれませんけれども、しかし実際はこの日付になるまで待つわけですから、
はい、ということは性格的にはこれ何でしょうね。手形ですよね。約束手形を受け取ったのと変わらないんですよ。小切手という形式は形式にはなっていますけど、約束手形を受け取ったのと変わらないんです。だから先付小切手を受け取った場合には受け取り手形勘定で処理をするんですね。現金勘定ではないんです。はい、それから4つ目ですけど、収入印紙郵便切手等の未使用高ってありますが、まあ、これは現金勘定で処理するものじゃないってことはすぐ分かりますよね。でなんでこんなものが出てるのかって言いますと、計算の問題では先ほど説明しましたけれどもね、特に総合問題ですとね、決算日において金庫を調べたらこんなものがありましたよなんていう、そういうパターンが多いんですよ。だから決算日に金庫を調べたらありそうでしょ、収入印紙とか切手とか。ですからこの処理も合わせて問われることがあるんですね。で、これら収入印紙や郵便切手、決算日において金庫に残ってるということは使っていないということですから、これは資産です、貯蔵品ですね。これ前回やりましたね。貯蔵品として貸借対照表に載ることになります。もし正しく処理をされていなかったら貯蔵品勘定で処理をするということになるわけですね。ちなみに使用高は前回見ましたように収入印紙は租税効果ですし、切手は通信費です。はい、それからですね、5つ目なんですけど、貨物引換証とありますね。でこの貨物引換証というのは一体何なのかということですけれども、当社がですよ、遠隔地の仕入れ先から商品を仕入れるという、そういったケースを考えてみましょう。当社が遠隔地にある仕入れ先です。だからこれ海だと思ってくださいね。この部分が海だと思ってください。川みたいに見えますけど海です。当社はこの仕入れ先に対して商品を発注するわけですね。でこの仕入れ先は当社の注文を受けて運送業者に対して商品委ねます、ね、これを送ってくださいなと。でその時に運送業者から証券受け取ります。まあ、船で送るのであれば船荷証券受け取ります。これがいわゆる貨物代表証券と呼ばれるものなんですね。貨物引換証もその一つです。つまりこの証券はこの商品そのものを表している証券なんです。この証券を持っている人がこの商品の所有者ですよということが推定される、そういう証券なんですね。仕入れ先からこの証券を先に受け取ります。商品は船でゆっくりゆっくりやってくるわけですね。で港に届いたらこの証券と引き換えに商品を受け取るということになるわけですよ。まあ、この証券その一つが貨物引換証です。いずれにせよこの証券を持っているということによって、この商品の正当な所有者ですよということが推定されるわけですね。まあ、先ほども言いましたけれども計算問題、総合問題ですと決算日に金庫を調べたらこんなものがありましたよというのがよくあるパターンなんです。この貨物引換証などいわゆる貨物代表証券もある、そういう問題も考えられます。まあ、どう見てもこれ現金じゃありませんよね。この貨物引換証、貨物代表証券は未着品という勘定、これまだ届いていない商品ですよという意味の資産の勘定ですね。未着品という勘定で処理をするんです。未着品という勘定で処理をして、そして商品を受け取ったらこれ商品ですよね。はい、まあ、どう見ても現金ではないんですけど、はい、これが5つ目ですね。ちなみになんでこんな証券のやり取りをするのかって言いますと、これまた特殊商品売買というところで説明することになるんですけれどもね、証券を受け取っておくことによってまだ輸送途中の商品を転売することができるわけですよ。証券というのは権利の流通性を高めるための一つの工夫なわけですよね。この証券がなかったら当社とすれば商品が届くのを待ってではないとこの商品を転売する機会を得られなくなってしまいますよね。
でも証券があれば海の上にあったとしてもこの商品そのものを第三者に転売する、そういった機会を得ることができるわけですから、まあ、ですから先に証券もらった方がありがたいでしょう。まあ、そういう工夫なんです。まあ、どう見ても現金ではないですよということですけど、金庫の中に入っていることがあるわけですね。はい、そして最後、期限未到来公社債利札とありますけれども、この期限未到来公社債利札はこれですね、期限到来済み公社債利札、これと対比して押さえてください。で、公社債の話ですね。公社債というのは公債と社債をまとめた言い方、公債というのは国債とか地方債です。社債というのは株式会社が発行するもので、いずれにせよこれ発行する側にとってみれば借金なんですよ。今画面ではレック株式会社普通社債なんてものが書いてありますけれども、これレック株式会社が発行したわけですね。そのレック株式会社にとってみれば借金なんです。ただし発行した側の論点ではなくて取得した側の論点を今実は見ているわけですね。取得した側からしますと、この社債を買った場合、満期までの間このように契約で定められた利息を受け取ることができます。そして満期になりましたら、この金額、額面金額と言いますけれども、額面金額を償還、すなわち返してもらいます。ですので公社債を買うっていうのは、これは定期預金にお金を預け入れるのとよく似ているわけですね。満期になったら金返してもらえるよと、でそれまでの間有利な利率でもって利息を受け取ることができますよと。はい、まあ、ただちょっと話がそれますけれども、定期預金に似ていると言いましても、これいわゆる有価証券ですからね。だから満期になる前に売ることもできます。定期預金は満期になる前に売ると言いますか、引き出すことはできなくて、どうしても引き出したかったら解約という手続きを取らなければいけなくなるわけですけれども、はい、でその利息のやり取りなんですが、これですね、利札あるいは利札とも言いますけれども、これを使って行うわけです。で書いてある日付になりましたら、この利札を切り取って金融機関に持ち込みますとお金に換えてもらえますよ、そういうことなんですね。だから期限が到来している利札というのは金融機関に持ち込めばお金に換えてもらえますから、現金として扱うわけです。期限到来済みですね、期限到来済みの公社債の利札はお金として取り扱うわけですね。現金勘定で扱うわけです。でも期限がまだ到来していない公社債の利札、まあ、仮に今が×1 年5月とかだとしてですよ、×2 年3月以降の期日の利札というのはまだ金融機関に持ち込んでもお金に換えてもらえないわけですよね。だからこれは現金ではありません。単に権利示すものですよ。その日までこの社債を持っていたらお金に換えられますよっていう権利を示すものですから、ですからこの期限が到来していない公社債の利札については処理をする必要はないというわけですね。はい、ということで、このように、まあ、混同しやすいものといいますか、紛らわしいものですね、そちらを中心に押さえておきましょう。はい、では 4-2 ページですね、説例1見ていきますけれども、今回から、通常の論点といいますか、本格的にその計算の勉強を始めていっているわけですけれども、各説例について必ず一時停止をして考える時間、皆さん自身で設けてくださいね。すぐに解説といいますか説明を聞かないと、ちょっと考えてみる、問題も読んでみると、そういった時間を必ず設けてください。ずっと流しっぱなしではなくて、ちょくちょく一時停止をしながら講義を聞くと。だから一日の中で2コマ3コマ絶対聞くんだみたいな、そういったノルマ第一主義にはならないようにしてくださいね。はい、というわけで、この問題ですけれども、決算日において現金の実際を行った結果、次のものを保有していましたと、決算日における現金の実際有り高を求めなさいとありますけれども、まあ、よくありがちなパターンですよ。
総合問題でもこんな形で組み込まれるわけですね。決算日に金庫を調べたらこんなものがあったよということです。はい、現金の実際あり高、まあ、金庫を調べたらこれだけあったわけですから、だから実在はしていますので、あとは現金として処理するものというものを全部拾っていけば、それがその現金の実際あり高ですよね。まあ、貸借対照表に載る金額、時期繰り越しとなる金額ということになります。で、加算方式ではなくて消去法です。紛らわしいものを削っていくわけです。でそうしますとですよ、上からちょっと削っていきますと、まず見渡し小切手、これまだ説明していないんですけども、これは現金の範囲に含まれません。紛らわしいものの代表例。それから丸四、先日付小切手は他人振り出しの小切手なんですけれども、先の日付が付されています。これは現金の範囲には含まれない。あとここら辺の名前なんていうのもアバウトでいいですよ。なんかこんなようなものがあったなぐらいでいいですからね。はい、そして自己振り出し小切手ですね。これはダメですよね。かつて当座預金勘定を減らしていた、それを元に戻すだけです。現金には含まれませんということですね。だからこれらを削っていくということで、残りが現金勘定で処理されるものということになります。はい、それからもう少し、総合問題的なといいますか実践的な問題、次に見ていきますけど、4の3ページですね、説例2ですね。はい、決算修正の問題です。これは問題文読んで、そして少し考えてみてくださいね。いいですか。必ず一時停止を押してくださいよ。しつこいように言ってますけれども、それやるやらないで全然違いますからね。はい、では見ていきます。決算日、バツ1年3月31日、まあ、税理士試験の場合は3月決算の会社の問題が圧倒的に多いです。3月31日に金庫を実査した結果、次の事項が判明しましたよと。まず1番ですね。次の1から3が現金として処理されていることが判明したとありますけれども、つまり現金勘定の決算整理前残高の内訳が次の通りですよと、そういう意味ですね。他人振出の小切手が5000、自己振出の小切手が4500、送金為替方が1万1000とあります。これ全部足しますと2万500ですよね。つまりこの2万500が決算を行う前の現金勘定の残高ですよということです。ただこのまま時期繰り越しとすることはできません。なぜかと言いますと、この2万500ですけど、本来現金勘定に含めるべきでないものが含まれている。あと未処理事項もあります。だから正しい数値に直さなければいけませんね。決算整理の仕分けをしなければいけないということです。総合問題ですとこういった形で記載されるわけですね。まあ、決算整理前残高試算表の現金勘定が2万500だよと。お議論ですと決算整理後残高試算表を作りなさいとかいう形ですから。だから現金勘定の決算整理後残高、つまり時期繰り越しの金額ですね、いくらになるのか、これを求めていくわけですね。はい、というわけで上から順に見ていきますと、1の括弧1、他人振出し小切手5000とありますけど、うち3000は振出し日が×1年4月30日、これ先付けですね。ですからこれは現金勘定では処理しません。受け取り手方勘定です。振り替えが必要です。それから自己振り出し小切手4500、これも現金勘定ではありませんね。当座預金勘定の減少を元に戻しておかなければいけません。振り替えを必要、振り替えが必要です。はい、そして2に行って、公社債の利札が2100とありますけど、支払い期限到来済みのものが1500、これは現金勘定で処理をしなければいけないわけですよ。期限到来済みですね。それがまだなされていないわけですから、これは加えてあげなきゃいけない。あと株式配当金領収書についても現金で処理するものですから、ですから未処理であればこれは加えてあげなきゃいけないということですね。はい、というわけで、この4つについて決算整理を行う必要があります。1つ目ですけれども、先日付小切手ですね、現金勘定で処理をしていますが、それを取り消して受け取り手方勘定に、つまり正しい科目に振り替えをすると。自己振出し小切手も現金勘定で処理しちゃってましたけれども、本当は当座預金勘定の減少を取り消さなきゃいけなかった、振り替えするわけですね。はい、それから未処理事項です。
降車債の利札借り方現金、これですよ。で、降車債の利札については、この科目また有価証券のところで出てきますけれども、有価証券利息という科目を使って処理していきます。で、有価証券に関する収益ですから、ですからこれは営業外収益ですね。収益っていうのは売上高、営業外収益、特別利益、この3つしかないわけで、損益計算書のひな型を思い出してくださいよ、ね、前回覚えてくださいと、前々回ですか、ね、覚えてくださいということを申し上げたと思いますけれども、もうこれから損益項目が出てきたら、この損益計算書の一体どの区分に記載される科目なのかということも合わせて見ていきますからね、ですからこのフォーマットはまず必ず押さえておかなければいけないわけですけれども、収益というのは売上高、営業外収益、特別利益しかないわけで、まさかこれ売上高ではありませんね。そして有価証券持っている以上は経常的に発生する収益です。臨時的なものではありません。ですので営業外収益として表示をしていくことになります。あと配当金、配当金領収書もらった時に借り方現金として仕分けをすることになるんですね。お金に変えた時に借り方現金ではなくて、もらった瞬間借り方現金でいいんです。貸し方は受け取り配当金ですね。これも営業外収益です。はい、というわけでこのように、ね、決算整理の仕分けが必要なわけですけれども、仕分けベースでこうやってまず修正できるということが必要になってきますが、それプラスですね、それプラス直接現金勘定の実繰り越したか、貸借対照表に載る金額いくらなのかと、それも抑えられるようになってください。現金勘定で処理するものは他人振出小切手のうち先日付ではない2000ですね、2000、他人振出小切手のうち先日付ではない2000、これがまず現金勘定ですよね。あと送金為替手形、これは紛らわしいものでありません。現金勘定、期限到来済みの降車債の利札、それから株式配当金領収書、これが現金勘定で処理されるものなんですよね。なのでこれを集計することによって、現金勘定の時期繰り越したか、貸借対照表に載る金額ですね、これを直接算定できるようにもしておいてくださいね。15,200、ちなみに仕分けベースで考えますと決算整理前残高が25,000じゃないですか。25,000で、はい、仕分けベースで考えますと先付小切手が3000です。3000引きます。自己振出小切手が4500です。4500引きます。はい、そして期限到来済みの降車債の利札が1500加えましょう。配当金領収書が700加えましょう。15,200ですね。仕分けで追っかけてももちろん同じ金額になりますけど、直接算定もできるようにしておいてくださいね。検証可能になります。最初にも申し上げましたけれども、現金あるいは預金というのは出たら絶対に落とせない、絶対点数取らなきゃいけないところですから、ですから、このような検証もできるようにしておいてください。はい、よろしいでしょうかね。それから今せっかく現金やっていますので、ここで表示の話も合わせて見ていきます。現金の表示です。で、実は表示については第3節でまとめて示してあります。大体の論点がそうなんですけれども、財務諸表の表示については一番最後にまとめて示してあります。その方が勉強しやすいでしょうというふうに思いましたんでね、そこまでの内容に書かれているものであっても重複しても必ず最後の方にこのように表示ということでまとめて示してあります。財務諸表論ですと、損益計算書や貸借対照表に関して会社計算規則にのっとった表示というものが問われるわけですからね。だから正確な表示もしっかり押さえておかなければいけないというわけで、その表示についても見ていくわけなんですけれども、簿記一流の手続きの説明の中でこういう話をしましたよね。決算手続きというのはこのように資産表の作成、決算予備手続き、これが終わりますと決算本手続きに入って、そして最後が簿記の目的ですね、一定期間の経営成績、一定時点の財政状態、それを財務諸表の作成によって明らかにすると、決算報告手続きですね、決算予備手続き、本手続き、報告手続きという順番で流れていくわけですけれども、この最終的に作成されます財務諸表、損益計算書、貸借対照表なんですが、損益計算書は
損益勘定に基づき作る。貸借対照表は平差残高勘定、あるいは米式簿記表であれば繰越資産表に基づき作る。このように元になるものがありますから簡単に PLBS を作ることができるんだよと、それが複式簿記の調書ですよというような話をしたわけですけれども、ただですね、損益勘定に基づいて損益計算書、平差残高勘定、あるいは繰越資産表に基づいて貸借対照表というのは、間違ってはいないんですけれども、でも実際の残貯表の表示科目の区分、表示上のルールというのは元帳上の勘定科目の区分とは同じとは限りません。総勘定元帳の勘定科目っていうのはその会社によって自由に定めることができるわけですね。ところが外部に公表する残貯表、会社計算規則にのっとった場合はルールがあります。そのルールに従って表示をしなければいけないということなんです。ですので、現金勘定は通常現金勘定でしょうけれども、預金に関してはさまざまな科目に分解している会社が多いわけですね。ところが貸借対照表においてはどのように表示をするのかといいますと、貸借対照表は資産負債純資産とあって、資産は流動資産固定資産繰延資産に分かれる。でこの流動資産の一番上に現金及び預金というような形で記載されるわけですね。さまざまなルールが、表示のルールがありますよということを第2章で見たわけですけれども、これです、現金及び預金。会社の資産の中で最も流動性が高いのがこの現金と預金ですよね。いわゆるキャッシュです。キャッシュというのは支払い手段なんですね。最も流動性が高い、はい、ですのでこれは 2-1 ページです。時々参照します。これです、現金及び預金、流動資産の一番上に記載されます。一応会社計算規則では、この資産とか負債とか、流動資産とか流動負債とか固定資産固定負債とか、順番ですね、ある程度は順番のルールがあるんですけれども、受験上はそこまで何と言いますかね、神経質になって押さえる必要はありません。ただ最低限、例えば現金及び預金は流動資産の一番上ですよというようなことは押さえておいてください。現金及び預金がですね、流動資産の真ん中にあるとやっぱり心象良くないと言いますか、そういった貸借対照表がもし答案で作られたら試験の先生とするとんっていうふうになると思いますんでね、神経質になる必要はありませんけど、大雑把に押さえてはおかなければいけません。はい、現金及び預金は流動資産の一番上で、このように預金と合わせて現金及び預金という名称で表示されることになるわけです。はい、よろしいでしょうかね。では次行きましょう。 4-4 ページ現金出納帳ですけれども、これは重要性ないんです。でこの第4章というのは大体重要な論点なんですけど、これはほとんど重要性ないです。パッと見て終わりにしておきたいと思いますけれども、帳簿の話ですから基本的には簿記論だけということでいいと思うんですけれどもね、帳簿にはなくてはならない帳簿、それからないならないで構わないけれども、あったらあったで便利な帳簿と、このように大きく2種類に分けることができるんです。なくてはならない帳簿っていうのは、これは複式簿記の実践上必要不可欠な帳簿のことを意味するわけで、具体的にはもちろん仕分帳、総勘定元帳なんです。帳簿の話が出てきたら紙ベースの帳簿をイメージするようにしてくださいよ。会計ソフト、会計システム、そういったものをイメージしちゃダメですよ。仕分帳、総勘定元帳というのは複式簿記の実践上必要不可欠なんです。これがどっちか1個でもありませんと複式簿記は実践できません。仕分帳がなかったら各取引の概要分かりませんし、総勘定元帳がなかったら各勘定科目の金額集計できませんからね。はい、ですからこの2つの帳簿のことを使用簿と言います。でそれ以外の帳簿のことを補助簿というんですね。取引が発生したら仕分帳に仕分を行い、総勘定元帳上の勘定口座に転記をすると、これは言ってみれば使用簿の流れなんですよ。
で、補助簿はこれにどのように絡むのかと言いますと、まず取引が発生した場合、仕分け帳では全ての取引が同じように仕分けされていくわけですよね。取引の順番でその仕分け帳に手書きで仕分けがなされていくわけですよ。ってことは、何か重要な取引があってもそれだけを抽出することができないんです。検索すればいいじゃないかとか思っちゃダメですからね。コンピューターじゃないんですよ。今は楽ですよね。仮に仕分け帳に平面的に仕分けを切っていっても、例えば売上取引なんだ、売上取引はどれだということを検索しようと思えば簡単にできますからね。はい、でも紙ベースです。特定の重要な取引、この明細が欲しい場合には補助記入帳という補助簿を設けて、そこに記入していきます。特定の重要な取引の明細、例えば売上取引だけまとめた帳簿が欲しいということであれば売上帳ですしね、仕入れ取引だけをまとめた帳簿が欲しいということであれば仕入れ帳ですし、現金の出納取引だけまとめた帳簿が欲しいということであればこの現金出納帳なんです。はい、これが補助記入帳ですね。それからですよ、総勘定元帳の勘定口座のうち、例えば売掛金とか買掛金というのは、これはですね、会社全体でいくらなのかっていうことももちろん情報としては大事ですけれども、売掛金であれば誰に対していくら掛けの残高があるのか、そういった情報は大事ですよね。つまり特定の重要な科目、売掛金や買掛金等の明細、それが必要になるんです。そのための帳簿が補助元帳です。特定の重要な勘定の明細ですね。売掛金勘定を相手先ごとに分解した得意先元帳など、そういった補助が必要になってくるわけです。だからこの補助簿というのは、ないならないで別に複式簿記の実践上問題ないんですけれども、あると管理しやすいわけですね。特定の重要な取引の明細として補助記入帳が、特定の重要な勘定科目の明細として補助元帳が、ありますと管理がしやすいということになります。はい、こちらが主要簿、そして主要簿以外のものを補助簿というわけですけれども、現金出納帳は補助記入帳の一つです。主要簿があれば複式簿記を実践できますけど、主要簿だけでは足りない情報、これを補助簿を使うことによって得ることができるわけですけど、現金出納帳は補助記入帳の一つです。現金の出納取引の明細です。ですので、現金が動く取引が行えたら、仕分け帳に仕分けをするのと同じタイミングで現金出納帳にその内容を記入していくということなんですね。ただ、今の税理士試験では現金出納帳の記入やりなさいとか、そういう問題は出ませんし、100歩譲って出るにしても現金出納帳の読み取りです。ただ読み取りなんて、これわけがないというか、読み取れないわけないですからね。ですので、特にやっておく必要はないというところです。はい、4の5ページに節例3という問題があります。目で確認するだけにしておきますけれども、現金勘定の期首残高4万6500で、当期中に行われた取引、現金のこれ全部出納取引ですね、手数料5600現金で払った、売掛金を現金で回収した、商品仕入れて現金で払った、仕分けこれですね、特に問題ないですね。で、現金勘定が動く取引です。ですから仕分け帳に仕分けをするのと同じタイミングで現金出納帳にもその内容を記入していきます。現金出納帳、お小遣い帳のようなもんですね。手数料受け取った、売掛金回収した、商品仕入れた、お金が増えたら左側、減ったら右側みたいな、そんな形で書いていくわけですよ。これを書きなさいっていう問題もありませんでしょうし、100歩譲ってあるにして読み取りですけど、読み取れますね。どう見ても当座金、現金出納帳の借方側に記入されている取引というのは現金が増える取引ですから、これ手数料を受け取ったんだと、
借り方、現金貸し方、受け取り手数料という仕分けなんだなということが読み取れますよね。もうそれで十分です。はい、まあ、というわけで記入そのものが問われる可能性は極めて低いですから、このぐらいにしておきましょう。はい、そしてこれは大事です。現金過不足です。まあ、相互問題ですと、この現金過不足の処理が決算整理事項として問われる可能性が高いんです。はい、でこの現金過不足ですけれども、まあ、これも日照産休などでやれる内容ですからね、十分ご存知だとは思いますが、まあ、お金っていうのは大事な資産ですから、ですから通常毎日数える、ね、数えた上で帳簿上の金額ですね、現金勘定、まあ、あるいはちょうど今見ました現金水筒帳の残高、それと照らし合わせるわけですよ。照らし合わせてみて、帳簿上のこれだけあるはずだという金額と実際数えた今目の前にある金額、まあ、それがずれることがあるわけですね。はい、ずれた場合にまずはどういう処理をするのかといいますと、現金勘定の金額と今数えた目の前のお金ずれた、このずれを放置することはできません。翌日以降だって毎日毎日現金数えて、それと帳簿残高をぶつけて確認をしていかなければいけないわけですから、ずれを放置することはできませんので、ですので合わせておかなければいけないんです。合わせることによって翌日以降も毎日毎日現金を調べて、その実際高と、それから帳簿残高ですね、一応確認することができるんですね。まあ、ですから不一致発生時にはこの2つを合わせる処理をしなきゃいけない。でその上でこの不一致原因が判明したら、判明したわけですから正しい勘定で処理をしなければいけないということですね。不一致原因というのは何かあるんですよ。お金を払ったんだけれども仕分けを忘れていたとか、お金が入ってきたんだけれども仕分けをしてなかったとか、理由があるわけですよね。それが分かったら正しい勘定で処理をする。で最後の最後まで分からなかったら、これはケリをつけてあげなければいけないわけですよね。ズレを時期に繰り越すことはできないと、その一人ですよということでしたよね。はい、その流れで見ていきます。思い出していただく内容です。不一致が発生したときにはズレを調整するわけですけれども、ここでですね、ここで現金勘定のこれだけあるはずだっていう金額と実際有高がずれた場合に、実際有高の方をこちらに合わせることはできませんよね。実際有高ってのは今目の前にある事実ですからね、この事実は変えようがないんですよ。帳簿上の現金勘定は1万円あると、今目の前には9000円だ、じゃあもうしょうがないから財布から1000円出そうかとか、そういう問題じゃない。それやっちゃいけないわけですよ。今目の前に9000円しかない、帳簿上は1万円だと、まあ、何か理由があってズレが生じているわけですよね。だからこそ一旦合わせておくわけですけれども、実際有高は動かせない以上、帳簿残高、これを実際有高に合わせるわけです。で帳簿残高っていうのはあくまで帳簿上の勘定の残高ですから、こんなものを仕分けをすればいくらでも動くわけですよ。仕分けをして合わせましょうってことです。その仕分けをした時の現金勘定の相手勘定として現金過不足勘定を使いましょうってことですね。だからまず不一致が発生して原因不明分を現金過不足という勘定で処理をしておくと、まあ、そこに全部放り込んでおくわけですね。で放り込んだことによってその時点で一応現金勘定と実際有高は一致することになりますから、翌日以降も照合することができるわけです。で放り込まれた現金過不足勘定ですけれども、不一致原因が判明したら正しい勘定で処理です。つまり現金過不足に放り込まれていた際について、その正しい勘定への振り替えをするわけですね。
原因が判明すればこうやって正しい処理をしていけばいいわけですけど、最後まで分からなかったらケリをつけます。翌期以降には持ち越しません。決算整理で雑損失あるいは雑収入、これどちらも営業外項目です。雑損雑益という言い方をすることもあります。営業外収益営業外費用、まあ、一番最後にそれぞれ記載されるような項目ですね。はい、ケリをつけますよということですね。この流れに当てはめて確認をしていきましょう。では4の7ページです。これも皆さん実際も解くことができるものだと思いますけれども、ぜひ考えて仕分けどうなるのかということを検討してみてください。はい、よろしいですか。期中に現金の実際有高と帳簿残高を照合した。そうしたところ、実際有高は12万、帳簿残高は12万7千でした。まあ、これ単位1000ですからね、ここまでずれたらダメでしょうっていうぐらいずれてますけれども、はい、まず1番がずれ、はい、不一致が発生しましたよということですね。帳簿上の現金勘定の金額、これが12万7千だと。ところが実際数えてみたら12万しかない。ずれが生じたわけです。で、この時に、まあ、先ほども言いましたけど、こちらを12万7千に直すことはできません。事実ですからこちらは変えられない。だから仕分けをしてこちらを12万にとりあえず合わせておくわけですね。はい。現金勘定を実際有高に合わせますよということですね。ということで、現金勘定の7000減らしてあげる。7000減らしてあげるときに相手勘定とするのは現金過不足です。何か理由があってずれているわけですよね。だってこのケースは支払いをしたんだけれども仕分けを忘れていたというケースですよ。本当は借り方なんとか費貸し方現金という仕分けをしていなければいけなかったんだけど忘れていたと。だからとりあえず現金過不足という勘定に振り替えておいて、で原因が分かったらこの現金過不足勘定から正しい勘定に振り替えましょうと、そういうことですね。で、問題文の2番ですけど、一部分かったんです。2000は通信費を払った際の記帳漏れですよということですね。通信費なんです。費用なんですね。それ忘れていたと。だから本当は借り方通信費貸し方現金という仕分けをしておくべきだったわけですね。忘れていたわけですから、ここで費用を計上します。ただ貸し方現金はもうまずいです。現金勘定はすでに実際有高に合わせてあるわけですよね。ずれた分は現金過不足勘定に振り返られているわけですから、そこから正しい勘定に振り返る必要があるわけですね。現金過不足からです。だからこの仕分けを行うことによって、丸一の仕分けとセットで考えますと、借り方通信費貸し方現金になってますでしょ。2000の部分については借り方通信費2000、貸し方現金2000という仕分けになってますでしょ。この2つ合わせてですよ。この2つの仕分け合わせると2000の部分に関しては借り方通信費2000、貸し方現金2000になりますよね。はい、まあ、というわけで原因が分かったら正しい勘定に振り返る。で、期末まで原因が分からなかったらケリをつけてあげるわけですね。7000のうち2000は分かったけど5000は分からなかったと。はい、原因不明ですよと。で、これに関しては雑損失です。振り替えをするということですね。ケリをつけましょうと。理由がよく分からずお金がなくなっちゃったわけですから、ですからここでも費用としてケリをつけるということです。雑損失営業外費用ですね。はい、それから4の8ページですけど、今度は実際有高の方が多いケースです。問題文の1番ですけど、期中に現金の実際有高と帳簿残高を照合したところ、実際有高は8万、帳簿残高は7万2000、現金勘定は7万2000だけどお金数えてみたら8万だったら8000を
抜き取っちゃえばいいじゃないかと、まあ、よくないですね、それはね。目の前にある事実は変えられません、変えちゃいけません。ずれてしまったということです。であるならば帳簿残高を実際高に合わせましょうと、帳簿残高8000、8万にしましょうということですね。つまり8000増やしてあげるんです。借方現金8000、相手勘定現金過不足ですね。何かよくわからない理由で現金が増えた、だからとりあえず現金過不足に上げておいて、原因が分かったら正しい科目に振り替えましょうということです。で、原因が一部分かったわけですね。うち5000は売掛金の回収でしたよということですから、本当は借方現金貸方売掛金という仕分けをしておくべきだったわけですけど、それを忘れていたわけですね。はい、ですので正しい処理をします。貸方売掛金5000で、借方現金じゃダメですよ。もう現金勘定は増やし終わっていますから、ですから現金過不足ですよね。増やし終わっていて、増やした分現金過不足勘定にとりあえずは入れておいたわけですから、そこから振り替えをすることになりますね。で、まだ3000、原因が分かりません、期末まで分からなかったということですから、蹴りをつけます。現金過不足勘定、ここで蹴りをつけます。理由分からず3000儲かっちゃったわけですから、雑収入あるいは雑益という科目を使います。営業外収益ですね。はい、よろしいでしょうかね。で、もちろん現金過不足勘定は全部清算されますよ。現金過不足勘定が期末に残ることはありませんね。時期へ繰り越されることはありませんからね。逆に言いますと、現金過不足勘定の残った分を全部決算整理において、このように雑収入あるいは雑損失でケリをつけているということですからね。はい、で、この現金過不足ですけれども、じゃあ総合問題ではどんな形かと、どんな形で出るのかと、節例6ですけれども、この節例6の出方というのはちょっとイレギュラーでしょうかね。もう決算整理前の時点で現金過不足があるという形です。ありがちな問題ですとね、現金過不足は決算整理前にはないんだけれども、ただ決算の修正を行った後よくよく調べますと、現金の実際有高と帳簿残高にズレがある、だからそのズレ決算で初めて分かったわけで、原因不明だから雑損失あるいは雑収入に計上しましょうなんて、そういった問題がやっぱり典型なんですけれども、この問題はもう決算整理前の時点で一部現金過不足がありますよと、そういう問題ですね。はい、でこれもちょっと考えてくださいね。どのような決算整理が行われるのかということですよ。はい、いいですか。問題文の1番ですけれども、各勘定の決算整理前残高現金5万現金過不足1300とありますね。これ借方残高ですから、借方現金過不足ということは現金不足が生じていたわけですよね。はい、で次です。決算日において現金の実際有高、これを調査した結果、次のものを保有していたと。で、括弧4を除き現金勘定に処理をしていたとありますけれども、この括弧4というのが株式配当金領収書ですね。これまだ未処理だと、本来これ現金勘定で処理するものですけど未処理だということです。で、これを除いて1から3までは現金勘定で処理をしていましたよということですね。要するに先ほどの現金実差の問題、それと同じで金庫を調べたらこれがあったよってことですよ。金庫を調べたらこれがあったよ。で、1から3までは現金勘定で処理をしていたということですけれども、そうしますとですね、まず現金勘定で処理すべきものではないものが一部含まれていますでしょ。それは何かって言いますと、現金勘定で処理すべきじゃないのはこれですね、他人振り出し小切手のうち先日付、これですね、これ現金勘定で処理すべきじゃありませんね。3000は引いてあげなきゃいけない。
で一方株式配当金領収書はこれは現金勘定で処理すべきものですから4000が加えてあげなきゃいけない。これをですよ、これをこれですね、この現金勘定の決算整理前残高に反映させてあげる必要があります。はい、そうするといいですか、この正しい処理を行った後の帳簿残高が求まります。決算整理前の現金勘定が5万で先日付3000削ってあげなきゃいけませんね。これ現金勘定に含まれているわけですから削ってあげなきゃいけない。で現金として処理すべきものが現金勘定に含まれていませんから加えてあげなきゃいけない。はい、帳簿残高5万1500円になります。じゃあ実際有高はいくらかと、実際有高はこれは全部拾うわけですよね。これ金庫の中にあったわけですから全部足していきましょう。この3つですよ。紙幣硬貨4万1000、他人振り出しの小切手5000、株式配当金領収書4500、この合計が今目の前にあるお金、現金勘定で処理すべきものですよね。はい、5万500ってことは期末の時点でまたさらに現金株得が生じてますよね。実際有高が1000少なくなってますね。ですのでそれがこの現金株得勘定の決算整理前残高にプラスされます。つまりこの問題では雑損が2300人になりますよ、そういうことなんですね。だから仕分け確認していきますけれども、先日付小切手現金勘定で処理すべきじゃありませんから正しい勘定に振り返る。で株式配当金領収書は現金勘定ですからここで新たに計上する。で現金株得ですね、決算で新たに1000の不足が発見されましたから現金株得勘定に振り返って、合計2300です、これを雑損に計上するということですよね。でどうしてもこういった問題を見ますと仕分けがどうなるのかということに注意がいってしまいますけれども、問われる可能性があるのはこれ貸借対照表の現預金ですね、現金預金、現金予備預金として表示される現金部分の現金部分ですね。それから損益計算書の雑損失、この2つですから、だからこれをとにかくダイレクトに求められるようにしておけばいいわけですよ。で現金予備預金の金額はとにかく問題文に示されています金庫の中にあったもののうち現金勘定で処理されるもの、これを全部拾えばいいわけですからね。この緑色のところを全部拾えば貸借対照表の数字求まります。別に仕分けで追っかけなくてもいいわけですね。で現金不足については今言いましたように帳簿上の現金勘定がどうなるのかということをまず仕分けから考え、それとこの実際高ですね、これぶつけるわけですよね。帳簿で考えたら5万1500、実際高は5万500だからさらに1000現金不足が加わるんだと、期中に1300ありますから合計2300、これが雑損失になるんだというふうに求めるわけですね。ですかね。仕分けも大事ですけれども、それよりも大事なのは着地点がどうなるのか、最終的にどういう数字が財務諸表に計上されるのか、その意識、その感覚ですね。はい、ですかね。では次いきましょう。現金に関する4つ目の論点ですけれども、小口現金で、これはですね、重要性はやっぱりあまり高くないんですけれども、絶対出ないというわけではないという、そういう内容です。で日商三級なんかですとね、結構重要視してやっているところだと思いますけれども、はい、その小口現金ですね、見ていきたいと思いますが、仕分けをするのは、帳簿に仕分けをするのは誰かって言いますと、経理の担当者ですよ。で経理の担当者っていうのは結局お金も扱っている、財務的なことも通常やっているということですけれども、ちょっとイメージとしてですよ、従業員数が多いような会社で日々の支払い、従業員が例えば建て替えた交通費、建て替えた通信費、そういったものを生産するというような、そういう日々の支払い、
そういったものを全部経理が担当することになりますと、経理部っていうのは本当にまあ忙しくなってしまいますでしょ。また従業員にしても、その生産をするときにいちいちその経理部に出向いて生産をしなければいけなくなると、めんどくさいですよね。ですから、個々の従業員などに対する小口の経費の生産などについては、各部署ごとに担当者を決めておいて、その人に手提げ金庫を渡しておいて、その金庫の中の小さなお金から払ってくださいねと、そういうやり方を取ることがあるわけですね。その場合の論点がこの小口現金です。はい。で、この小口現金ですけれども、まあ、月初とありますが、あるタイミングで、じゃあ各部門の担当者に手提げ金庫を持たせようというふうに決めたとしますとですね、はい、経理の担当者、主要簿とありますけど、経理というのは帳簿、仕分け帳、総勘定、元帳に記録をしなければいけない、仕分けをしなければいけない、そういう部署ですね。小口の水筒までやってられないということで、まあ、用途係という名前が簿記のテキストなどでは書かれてますけど、まあ、要するに各部署の小口の支払いの担当者です。その人にお金を渡しておきます。定額資金とありますけど、手提げ金庫の中に5万円とか10万円とか入れて渡しておくわけですね。で、そのお金を、まあ、一定期間の間、つまり次の補給までの間、この用途係が個々の従業員の求めなどに応じて支払いをすることになるわけです。で、一定期間経過しますと報告です。用途係は経理に対して、こここういう支払いがあったよということを報告します。で、ここで一つ理解していただきたいのは、経理はですよ、用途係がこの小口の支払いを行っている間はその内容を把握していません。支払い報告があって、ここで初めてどういう内容の支出があったのかということを把握するんです。把握すると同時に、ここでその支払い報告があった金額と同額の補給を行います。同額補給、同額補給しますから、必ず補給直後の金額は一定額になりますよね。これを定額資金前渡し制度というふうに呼ぶわけなんですけど、テキストの4の10ページにもありますが、定額資金前渡し制度、インプレストシステム、あるいは随時補給制度という、まあ、2つの方法があるんですけども、記載されるのはもうこの上の方法だけです。定額資金前渡し制度だけです。まあ、ですから補給直後は必ず一定額になります。払った分だけ補給しますよと。これが定額資金前渡し制度ですね。で、補給を受けたら、また次の月、同じように小口の支払いを用途係が行って、そして月末に経理に対して報告をして補給を受けると。これを繰り返しやっていくわけなんです。で、繰り返しになりますが、経理は、小口の支払いが行われている間はその内容を知ることができないわけですね。だから経理としますと、結局仕分けを行う対象となる取引は、まず一番最初、この定額資金前渡し制度を採用しましたと。ここで定額資金の前渡しをしますね。そしてその後は報告を受けた。ここで初めて支払い内容を知ります。これで報告を受けた分だけ仕分けを行うことができるわけですね。支出があったと。これ会社としての支出ですから。費用の計上の仕分けするわけです。で、補給です。仕分け対象はこの3つ。その流れで押さえていきましょうということです。で、4の11ページ見ていただいてよろしいでしょうかね。4の11ページ。小口現金とありますけれども、まあ、これも期中の処理を聞きます。簡単な問題ですね。まず1番ですが、4月1日定額資金前渡し制度を採用しました。用途係に現金5万円渡しておきましたよと。
で、これはまあ1回限りの話ですよね。その制度を採用したと、で手提げ金庫を渡しましたよということなんですけれども、ここでまず理解していただきたいのは、手提げ金庫を渡したと、その中に5万円入れてあげましたよということですけれども、会社の中にそのお金はあるわけですから、ね、金庫から5万円出して手提げ金庫に入れた、金庫から5万円なくなったとはいえ別な手提げ金庫に入ったわけですよね。だから会社として保有しているお金は変わらないんですが、ただですね、現金勘定っていうのは、帳簿上の現金勘定っていうのは一般的に経理が管理をしているお金なんですね。それを現金勘定で処理するわけですよ。で、経理の担当者が手提げ金庫の中にお金入れましたよね。それは会社として持っているお金ではあるんだけど、経理が管理をしているお金じゃありませんから、ですから別な科目で処理するんです。現金勘定から小口現金ですね。科目小口現金という科目で処理をするんです。だからこの小口現金というのは会社のお金ではあるわけですけど、でも経理の金庫の中にあるお金ではなくって、小口の担当者の手提げ金庫の中にあるお金という、そういう意味です。でもちろん小口現金であっても貸借対照表の表示は現金を預金に含めますよ。会社の中のお金であることに変わりありません。ただ管理上現金勘定とは別な勘定で処理をしておくということですよね。別な勘定にしておきませんと経理の担当者は管理できないでしょ。現金勘定の中に、金庫の中に入っているお金と、それから小口の担当者の手先金庫の中に入っているお金が混じっていたら管理しづらいですから、だからとりあえず科目を分けておくということですね。はい、で4月1日にお金を渡して、で30日に報告を受けているわけですけど、この間経理の担当者は支払い内容を知ることはできません。で報告を受けたら初めて支払い内容を知ることになりますから、ここで初めて仕分けを行うことになるんです。支払い報告です。旅費交通費がこれ2件ありますか、14,500、通信費が8,800、消耗品費が5,000、水道光熱費が11,000と、これを仕分け行うわけですよ。旅費交通費が2件で14,500、あとは1件ずつですね、費用をこうやって計上して、そしてトータル39,300が出ていったよというわけですね。だから手先銀行のお金が減っています。17,000円だけになってます。なので補給するわけですよ。支払い報告と同時に補給したということですから、ですから39,300、ここで補給してます。はい、現金39,300の補給です。これが小口現金勘定に振り替わりますよというわけですね。はい、まあ、ですのでこの小口現金という勘定が総合問題の決算整理前の残高試算表に計上されていることがあります。その時にはこの小口現金のシステム採用してるんだなというふうに考えていただければ結構です。補給を月初ですね、支払い報告が月末にあって、そして日をまたいで次の日に補給するなんていうような場合もありますけど、その場合はですね、小口現金勘定の次月繰り越し高が変わってきますよね。だから支払い報告が末日で、そして補給が翌日、つまり月初だとしますと、しかもそれが3月だとしますと、3月31日に支払い報告で4月1日に補給だとしますと、3月31日時点における小口現金勘定の残高が17,000円になりますから、だから問題によって、その繰り越しの金が変わってきますんでね、そういうこともありますから、まあ、一応注意をしておくと。あとそれから用土係といいますか、小口の担当者は日々の支払いを、これですね、小口現金出納帳によって管理するんです。で、この小口現金出納帳もさすがに作れなんていう問題が出ることはありませんけれども、読めるようにはなっておいてくださいね。縦はこれ時系列です。だから4月1日に補給受けましたと、受け入れですね、左側が入金分で、右側が全部支払いです。支払いはこの科目ごとに内訳が示されていて、支払った時にはここに金額と、あとはその内訳ですね、こうやっていきますと集計しやすくなりますでしょう。
1ヶ月終わったら3万9300出ていったんだよと。なので同じく3万9300を補給受けて、これによってまた5万に復活しましたよみたいな、そんなイメージですね。だからこの小口現金出納帳を記録して、で、まあ要するに経理の担当者はこれを見るわけですね。これを見て仕分けを行っていくことになるわけです。だからこれは作れるようになる必要はありませんけど、読めるようにはなってくださいね。ここから仕分けを起こすことができるようになってください。これを見て、例えば4月1日には借方小口現金、貸方現金という仕分けが必要なんだなと。で、日々の支払いがありましたけれども、報告を受けた月末には、ね、費用の計上の仕分けがいるんだなと、そういうことを理解できるようにしておいてください。はい、というわけで、ここまでが現金ですね。で、ちょうどキリがいいですから、前半これで終わりにします。で、後半、預金を見ていきますけれども、預金の方がやっぱり分量多いです。ちょっと難しい。だから後半の方がよりですね、集中して聞いていただければいけない内容が続いていきますけれども。はい、まあ、とりあえずこれで前半終わりにします。では第3回目、前半終わります。はい、では第3回目後半の講義に入ります。第2節預金を見ていきます。4の13ページですけれども、この預金に関しては何といっても当座預金が大事ですね。当座預金、その中でも銀行勘定調整表という論点があります。これがやっぱり受験上は大事になってきますね。あとは預金の表示です。先ほど現金の表示のところで預金と合わせて現金及び預金ですよという話をしましたけれども、それだけではなくて1年基準で分けていかなければいけない、流動固定を区分していかなければいけないという、そういう話もありますね。で、まず預金の範囲とありますけれども、預金は預金ですよね。で、いろんな種類のものがありますけれども、代表的なものとして当座預金、普通預金、通知預金、定期預金ということで示していますが、中身はともかく、これらの預金というのはですね、利率と引き出しの容易さというのは、関連性があるわけですよね。当座預金は利率ゼロです。普通預金利率が低い。通知預金というのは引き出すために何日か前に通知をしなければいけないと、数日前ですよね、何営業日か前に通知をして、そして初めて引き出すことができるわけなんですけれども、普通預金よりは高い。で、定期預金は、高いとありますけど、今高々知れてますからね。ですので、低中高と書くのもはばかれるような、そういう利率なわけですけれども、引き出しの容易さというのは一応これと連動しているわけですね。当座預金は引き出し非常に楽です。引き出しの容易さといいますか、小切手を作ってそして相手に渡せば、自分が銀行に行かなくても当座預金の口座からお金が引き落とされるわけですからね。だからものすごく楽なわけですね。で、普通預金すぐに引き出せます。通知預金は今も言いましたけど、引き出すために数日前に通知をしなければいけない。定期預金は引き出しできませんね。引き出すのであれば解約ということになるわけですよね。はい、で、こういった預金があるわけですけれども、帳簿上は通常はこの預金の種類ごとに科目を分けているだろうと。で、受験上の問題もそうですね。預金の種類ごとに、財務諸表論の問題なんかですと、もう現金および預金なんていう科目を使って、帳簿上ですよ、そういったもう大雑把な科目を使って、そして、問題が作られているケースもありますけれども、通常であれば各預金の種類ごとに帳簿上は科目が分かれていると。だから当座預金勘定、普通預金勘定、通知預金勘定、定期預金勘定、別段預金というのはこれ特殊な預金で、一時的にその金融機関に拘束される預金なんですね。で、これはまた出てきた時に説明しましょう。あとは積立型です。積立預金、定期積金というのは信用組合なんかで行っているやつですね。信用金庫なんかで行っているやつですね。あと郵便貯金、ゆうちょ銀行、これもゆうちょ銀行、納税準備とかいろいろありますけれども、通常はこの科目ごと、すみません、預金ごとに勘定科目を設けているというわけです。で、貸借対照表の表示ですけれども、表示上は
まあ、先ほども見ましたけれども現金および預金です。ただ1年基準で流動固定を分けていくんですね。この1年基準というのは決算日の翌日から1年以内に現金化されるかどうか、この観点ですので、ですのでね、すぐにでも引き出せるような預金というのは無条件で流動資産です。ってことはですよ、期日があるものですよね、定期預金とか積立預金とかそういう期日があるものについては、これは満期までの期間、これで流動固定の判断をしていくということになるわけです。決算日の翌日から1年以内に期日が来るかどうかということですね。だから例えば決算日が×1 年3月31日だとしますと、9月30日が満期のもの、これ流動です、1年以内に訪れます。ところが×2 年の6月が満期のものはこれ1年以内に現金化されませんから、ですからこの預金は固定資産、投資その他の資産の区分に長期性預金として表示をすることになるわけです。これはどうでしょう。×2 年3月31日、ちょうど1年ですね。ここまで流動です。つまり次の会計期間のうちに満期が来ればそれは流動ですよということですね。はい、流動については先ほども現金のところでお話しましたけれども、流動資産の一番上です。現金および預金、現金と合わせて現金および預金という名称で表示されることになります。厳密にはこのように表示ですよということですね。簿記論ですとアバウトなんですよ。簿記論ですと貸借対照表を作りなさいというような問題でも、極端なことを言いますと預金、現金及び預金ではなくて現金と預金分かれているようなことがあるかもしれません。簿記論の場合は貸借対照表であっても会社計算規則にのっとった貸借対照表を作るというわけではありませんからね、かなりアバウトなんですね。あと決算整理後残高試算表を作りなさいなんていうような問題であれば、これは帳簿上の科目を使うわけですから、ですからこれはあくまで仕分けとして考えていくわけですので、表示とは切り離して科目ごとに期末の残高いくらなのかということを算定していくことになるわけですよね。だからあくまで会社計算規則に基づく表示が問われた場合ですけれども、1年基準で分けていきます。固定資産の場合はこれですね、投資の他の資産で、ここにはありませんけど長期性預金ということで表示をすることになるわけですね。ということです。種類いろいろありますけど別に覚えておく必要はありません。預金であればこうやって1年基準で分けていくだけです。で、事件上何といっても大事なのが当座預金です。4の14ページですけれども、この当座預金見ていきますが、当座預金というのはまず決済型の預金ですからね、だから企業にとっても非常に便利だということで利息つきません。そして特徴としてはこれですね、引き出しに小切手使いますよということですよね。通帳で引き出すこともできますけれども、小切手を作ってそれを金融機関に持ち込むことによってお金に換えることができると。あとその作った小切手を第三者に渡せば、まあ、要するにその第三者が銀行からお金を引き出してくれるということですよね。はい、で4の14ページに小切手のフォーマットを示されていますけれども、まあ、実務従事の方は実際ご覧になったことある方いらっしゃると思いますし、あるいは日々のこういう支払いやってますよと、だから小切手作ってますよなんていう人もいるかもしれませんね。まあ、あんまり小切手のフォーマットについては受験上出てくることもないですしね、まあ、小切手ですから書いてある金額これだけが大事なデータです。誰が振り出したかとか、まあ、そんなことはどうでもいいですね。あと振り出し日書かれてますけれども、先付け小切手の場合はこの振り出し日大事になってきますからね。はい、で小切手を使った取引の流れ、これを説明しておきますけれども、小切手を使うってことは何かしらの取引が前もって行われているってことですよね。まず前提として当社は銀行に当座預金の口座を持っていると、まあ、当座預金の口座がなかったら小切手使いませんからね。だからまあこういう場合は先ほど現金のところで見ましたけれども、例えば預金手形とかそういうものを銀行から買って、そしてそれで、送金しなければいけなくなるわけですね。まあ、銀行に口座があれば
当座小切手を使うことができるわけです。で、前提の2つ目ですけれども、これですね、小切手を振り出さなければいけないような、そういう状況にありますよと。だから例えば商品仕入れた、だから代金払わなければいけないと、そういうシチュエーションをイメージすればいいわけですね。まあ、今ですとね、小切手振り出すなんていうよりも銀行の決済振り込みですよね。普通にそうやっちゃった方が早いですからね。だからあんまり小切手を使った取引っていうのは今は行えてはいないとは思いますけれども、この代金の支払いにあたって、ね、お金で払ってもいいですし、振り込みでもいいですし、小切手でも買わないということですね。まあ、昔は振り込みしようなんていう場合には、ね、実際銀行に行かなきゃいけなかった、 ATM の操作しなきゃいけなかった、それ以前の時代ですと窓口ですよね。まあ、今でも振り込み用紙月末にずらーっと入力して、そしてそれで振り込みをやっているというところも少なくないと思いますけれども、やっぱり手間なんですよね。小切手ですとさささっと書いて、そして相手にポンと渡してと、それで終わりになりますから非常に楽なわけですね。で、こうやって小切手を振り出して支払うということがあるわけですけれども、この後の流れが一体どうなっていくのかといいますと、はい、この小切手を受け取った仕入れ先、自分の取引銀行に持ち込みます。持ち込んでお金に変えてもらうことになるわけなんですけど、なんでお金に変えられるのかといいますと、この仕入れ先が持ち込んだ銀行と当社の取引銀行というのは手形交換所というところを通じてつながっているわけですね。まあ、手形交換所というところを通じて、全国の金融機関というのはつながっている。ですからこの小切手が当社の取引銀行の方に手形交換所を通じて送られます。送られますと、この当社の取引銀行の当社の当座金の口座からお金がこの銀行に送金されるという仕組みですね。引き出しが行われて送金されますよと。だから小切手はこのように仕入れ先銀行、仕入れ先の取引銀行、当社の取引銀行というふうに回るわけですけども、お金は、当社の取引銀行の当座金の口座から仕入れ先の取引銀行を通じて仕入れ先の方に回るという、そういう流れですね。はい、ですので、ここら辺の手続き、まあ、端折って説明すると、当社は小切手を作って渡すことによって、ね、自分が銀行に行かずとも自動的に自分の取引銀行の当座金の口座からお金が引き出されることになるわけですね。はい、まあ、ですので小切手を振り出して相手に渡したときに貸方当座預金という仕分けをしておくわけです。一方受け取った方は金融機関に持ち込めばお金に変えてもらえるわけですからね。小切手というのは通貨代用証券です。受け取ったときに現金勘定でしたね。借り方現金、貸方売上と、はい、まあ、一応流れについてもこういうふうにお金が動いてるんだよってことは、まあ、知っておいて損はないと思います。で、この仕分けですね、どのタイミングで行うのか、どういう仕分けするのかということもちゃんと押さえておいてくださいね。小切手を振り出す側は小切手を相手に渡したときに当座金勘定を減らしておきます。だからこそこの小切手がなんか巡り巡って自分のところに返ってきたら、ね、普通小切手を受け取ったら借り方現金のはずなんですけれども、もう当座預金の口座からお金が引き出されることがなくなりましたから、減らしていた当座預金勘定を元に戻すわけですよね。ですね、はい、ちょっと簡単な問題がありますから確認しておきましょう。説例1ですね、4の16ページです。当座取引とありますけれども、まあ、なんてことない問題ですね。はい、いいですか。こちらでも示しましょう。4月1日当座預金の口座を開設して現金預けれましたということですね。現金勘定を減らして当座預金勘定を増やすわけですね。で、小切手振り出しました。ここで当座預金勘定を減らすということです。で、あとですね、これですね、4月20日ですけれども、商品7500円売上、代金は現金で受け取り直ちに当座預金預けれたと、
こういう場合は一旦現金勘定を通過させてもいいですけれども、直ちに当座預金預け入れたという言葉が問題文にあったら、もうその場で当座預金勘定を増やして構いませんね。で、これとの、対応といいますか、発展形態ですけど、小切手を受け取ったんだけれども、この小切手を直ちに当座預金に預け入れたと、そういう場合は同じですね。小切手というのは本来現金勘定で処理するわけですけれども、しかし直ちに当座預金預け入れたという場合は当座預金勘定で処理をしますよということですね。はい、ですかね。この点、ちょっと補足をしておきますと、これ実務従事の方、特にこの当座の出納取引に関わっていらっしゃる方なんかですとご存知だと思いますけれども、受験上はですよ、小切手っていうのは銀行に持ち込むとお金に換えてもらえると、ですので、即時の換金可能性がある、そういう証券だから現金勘定だよねと、この部分にフォーカス当ててお金に換えてもらえるから現金勘定だよねっていう、そういった説明がなされるんですけれども、でも現実的にはですね、すぐにお金に換えてもらえるということはまずないんです。というのも小切手はこういうですね、こういう、裸の形で渡されるということはまずなくて、ここに斜め線でハンコが押してあって銀行渡しって書いてあるんですね。銀行渡し、線引きって言うんですけれども、通常小切手ってのは線引きをして相手に渡す、それが取引所の常識になっています。そうしないと、例えば小切手を落としちゃった時にですね、拾った人が銀行に持ち込んでお金もらうことができちゃうわけですよ。銀行渡しという形にしておきますと、小切手を金融機関に持ち込んだ場合にですね、すぐにはお金に換えてもらえません。この持ち込んだ人の取引銀行の口座に数日後に入金されるという、そういう形を取ることになるんですね。ですので、通常は小切手っていうのは銀行に持ち込んでそこでお金もらうのではなくて、この指示ですよね、直ちに当座預金に預け入れたと、小切手を受け取って金融機関に持ち込んで取り立ての依頼をしてという表現を使いますけれども、そして取り立てたお金を当座預金に預け入れたと、通常はそういう形を取るんですね。受験上はすぐにお金に換えてもらうなんていうシチュエーションも出てきますけど、現実的にはそれはありえないんです。だから、現実的にはこうやって銀行を通じてその小切手の代金を受け取るという、そういった形を取るんですよと、これはぜひ知っておいてください。はい、であとですね、4の17ページにも問題がありますけれども、これもいいでしょう。見るだけ見ておきますと、B 社は A 社へ商品売り上げました、代金賭けにしたわけですけど、その後ですね、 A 社は買掛金の決済にあたって小切手振り出しましたよということですね。で、3番です。 B 社は上記の A 社振り出し小切手、これを取引銀行に提示したと、で当座預金口座預け入れたとありますけど、通常はこういう形を取るわけですね。銀行に持っていてそこでお金に換えてもらうんじゃなくって、銀行の口座にお金を入れてもらうというわけです。はい、A 社は、これは買った方ですね。だから買掛金の決済にあたってこれです、小切手振り出しましたから貸し方当座預金。でもここで当座預金勘定を減らしていますから、相手が金融機関に持ち込んだからといってもう何もする必要はありません。一方、受け取った方は売掛金の回収にあたって小切手を受け取っていますから、一旦現金勘定ですけど、その後この小切手を銀行に持ち込んで、そして小切手の代金を当座預金に預けたわけですから、借り方は当座預金、貸し方は現金で、こういった仕分けをすることになるわけですね。はい、よろしいでしょうかね。はい、それから、4の18ページなんですけれども、これ別に当座預金に限った話ではないんですが、振込手数料で、これもですね、出納実務に使われている方ですと、おなじみの内容ですね。出納だけじゃなくて、実際経理担当されている方もあると思いますし、また会計事務所で、その記帳代行なんかをやられている方もですね、馴染みがあるものですね。振込手数料の取り扱いです。
まあ、時々こういった細かい話が相互問題の中で問われたりすることもあるんです。商品を仕入れた側が商品を販売した側に代金を決済することになりますけれども、その際の振込手数料、金融機関の振込手数料ですね、一体どうするのかと。もうちょっと当座預金から頭切り替えてください。これ当座預金だけに限らないという、普通預金でも生ずる話ですよね。代金の決済をその預金を通じて、つまり銀行振り込みで行った場合の話です。はい、でこのテキストの数値例ちょっと使っていきましょうね。代金が20万で振込手数料が864円と、なんか生々しい数字ですけれども、そういったケースを考えていきますが、商品を売って、そして仕入れ側はその後代金を決済すると。だから売った方も仕入れた方もまずはこのように20万という借金、まあ、こちらに消費税が含まれていないのがなんか違和感がありますけど、これ自分で作っておきながらなんか今から見ると違和感があるなというふうに思いますけども、まあまあいいとしまして、20万で売りました、20万で買いましたと。だから20万決済しなきゃいけないわけですね。販売側は20万円受け取ることができる、仕入れ側は20万円払わなければいけないと。でこの時に振込手数料860円かかりますよと、どうするんだということですけれども、どっちが負担するかによって処理が変わってきますね。でこれは協約関係で決まるじゃないですか。絶対どっちが負担するというルールはないですよね。例えば仕入れ側が絶対負担するとか、そういったルールはありませんよね。協約関係なんですよね。でこれ仕入れた方が仮に強い場合は売った側負担します。で売った側が負担するってことは、これ仕入れ側は振込手数料負担しないわけですから、だから仕入れ側は20万払ったら終わりだよってことなんです。それ以上は負担しませんよと。一方販売側が負担するってことは、手数料を考慮しなかったら20万回収できるんだけど、手数料分だけ回収が圧縮されちゃいますよってことですよね。はい、ですのでこのケースは仕入れ側はこのように20万払ってこれで終わり、販売側は20万まるまるは回収できません、手数料負担しますから20万から864円を引いた19万9136円だけが入ってくるわけですね。だからこの仕入れ側が振り込むときに手数料込み20万円で振り込んでいるわけです。手数料込み20万円なので、ATM 操作するときに手数料込み20万円ですから、だから正味19万9136円の振り込みですよと。で手数料864円かかりますから、ですからそれと合わせて20万円ですね、実際支出しますよって、そういった形を取っているわけですね。だから実際販売側に振り込まれるのは19万9136円だけなんです。864円分は結局入金額が少なくなりましたけど、これは販売側の負担となります手数料ですよって、そういう意味なんですね。はい、もし仕入れ側が負担する場合は、これはシンプルでしょう。20万振り込むときに860円手数料込みで振り込むことになりますね。だからこの手数料が仕入れ側で発生して、だから ATM の操作で20万860円口座から引き落としがあるわけですね。実際販売側に振り込まれるのは20万円です。だから売掛金のそのまま回収というきれいな処理になります。でどちらもあり得るわけで、どっちが負担するかによって処理が変わってきますから、だからこの辺は現実的な取引をイメージして仕分けできるようにしておいてください。負担する側で費用が発生しますからね、そこは確認してくださいよ。それとお金がいいから動くのかっていうことは切り離して考えてくださいね。よろしいですかね。はい、それからその次が5番で当座預金出納帳とありますけど、これ現金出納帳と同じように補助記入帳の一つです。でこちらもですね、作れるようになる必要はありません。読めればいいです。現金出納帳の当座預金バージョンですよ。当座預金の出納取引、それだけを集めた補助記入帳です。当座預金が増える取引があったら借り方側、減る取引があったら貸し方側に記入するという、そういうものですよね。
はい、まあ、4の19ページにその補助記入帳である当座預金出納帳の問題がありますけれども、当座預金の出納取引がありますね。これ仕分帳に仕分けをするわけですけど、それと同じタイミングでこの補助記入帳たる当座預金出納帳にも記入をすると。当座預金が増えたら借り方です、減ったら貸し方、そうすることによって、残高管理をすることができますよというものですよね。はい、それからどんどんいきましょう。4の20ページです。これ大事です。当座借り越し、まあ、この当座借り越しについても皆さんご存知だと思いますけれども、あの当座預金のマイナス残高のことを当座借り越しというわけですね。まあ、当社が銀行の口座、当座預金の口座にお金を入れていると、7万円口座にお金が入ってますよと。でこういう場合は、あの当座預金の口座に入っている範囲でしか小切手は振り出すことができませんよね。小切手を振り出すと当座預金の口座から最終的にはお金が引き出されます。7万円入っているわけですから、7万円分最大で小切手を作ることができるわけですね。もし預金残高を超えた小切手を振り出すとどうなるのかといいますと、仕入先に対して10万円の額面の小切手を振り出すと何が起こるのかといいますと、この仕入先は銀行に小切手を持ち込みますよね。まあ、これちょっと端折った図になっていて、本当はその取引銀行に小切手を持ち込んで、手形交換所を通じて当社の取引銀行の方にその小切手が流れていくという順番になるわけですけれども、まあ、そこら辺を端折りますと、この仕入れ先から当社の取引銀行の方に小切手が流れてくるわけですね。で、口座に7万円しかないのに小切手の額面が10万円ですから、ですから銀行はですよ、この小切手10万円分の支払いを拒絶します。いや、これ7万円しか口座にお金がないから10万円払えないよっていうことで拒絶します。これ不当たりです。不当たり、つまりこの仕入れ先は小切手を受け取ったんですけどお金もらえないということになります。不当たりということになってしまうわけですね。あの不当たりというのは、これは小切手、まあ、それよりも手形の方がよく起こるわけですけれども、半年以内に2回やってしまいますと銀行取引が停止されます。銀行取引が停止されますと今の会社はやっていけません。つまり事実上の倒産です。だから不当たりというのは非常に怖い。会社は不当たりを起こさないように慎重に慎重に資金繰り考えているということですね。まあ、小切手で不当たりが起こるということはまず通常はないですけど、あの手形の場合は例えば3ヶ月後にいくらいくら払いますよということで振り出すわけで、3ヶ月後に、ね、お金が入っているかどうかというのは今分かりませんからね。入っていることを見越して手形を振り出すことになるわけですけれども、まあ、その間経営がうまくいかずに、どうしてもそれだけのお金を確保できなかった、だから不当たりですよなんてことはあるのかもしれませんけど、小切手の場合は今お金がなかったら通常はですね、それを超える小切手を作ることありませんからね。こんなことやったら普通詐欺ですから、だからあんまり小切手の不当たりというのはないわけですけれども、ただ理屈としてはこの残高を確認しないで小切手を作っちゃったら不当たりというのはあり得るわけですよね。で、特にこの当座預金の残高というのは日々刻々と動くわけですので、それを意識しながらといいますか、確認しながら小切手を振り出さなければいけないということになりますと、やっぱり手間です。そういう時は銀行と当座借り越しの契約を結んでおく。そうすると当座預金の口座の残高が足りなかったとしても銀行が不足分を立て替えしてくれるわけですね。口座に7万円しかお金がなかったとしても10万円の小切手をちゃんと決済してくれるわけです。銀行がちゃんと払ってくれる。ただそうすると当座預金の口座に7万円しかなくて、で10万円払ってくれたわけですからマイナス3万円、これ銀行から借りてることになりますよね。当座借越契約も結んで、そして
当座預金の残高がマイナスになる状態、これは銀行からお金を借りているという状態になるわけです。だからそうなるかもしれないよっていうことを最初から約束しておきますと、マイナスになっても銀行が立て替えをしてくれる、マイナス残高一定額まではちゃんと決済されますよということですね。当座借越という形でこのように預金のマイナスが出てきますけれども、個人の預金であっても今総合預金なんかはこのように借越のような制度ですね、マイナスになったら一時的に戦えますよって、そういうのをセットになっているもの多いですよね。だからそういうものをイメージしていただければいいかと思います。はい、でこの当座借越の処理なんですけれども、帳簿上はですね、2勘定制と呼ばれる方法と1勘定制と呼ばれる方法、この2つの方法があるわけです。というのも当座預金がプラスの状態とマイナスの状態というのは、これは会計の世界ではこれ別物と考えていくわけですよ。つまり当座預金がプラスというのはこれは資産ですよね。マイナスというのは負債ですよね。だから資産と負債はこれ勘定を分けるべきだから、だからそれを分けて処理しましょうっていうのが二勘定制、二勘定法なんです。でもプラスだったら当座預金勘定、マイナスだったら当座借越勘定と、いちいちプラスマイナスをそこで確認して分けて仕分けをするのも面倒ですよね。もうまとめて当座という勘定で処理しちゃおうよと。借方残高だったら預金で、貸方残高だったら借越でと、残高見て把握すればいいじゃないの、残高見て判断すればいいじゃないのと、とりあえずはまとめて処理しちゃおうよっていうのが一勘定制、一勘定法です。帳簿上は2通り仕分けの仕方があるわけですね。でそこをちょっと確認をしていきましょう。節令4ですね。問題文の1番ですけど、バツ1年10月5日、当座預金の口座を開設しましたと。現金10万円預け入れました。なおその際当座借越契約5万円、5万1000円ですね、失礼しました、5万1000円を合わせて締結しましたよと。でいきなりでもありませんね、半年以上後ですか、半年ぐらい後、5ヶ月後ですかね、3月10日に買掛金12万1000円を振り出して支払ったと。この時点で当座預金の残高がマイナスになりますね、借越になるわけですよね。はい、仕分けですけれども、二勘定法の場合は預金と借越を明確に分けます。だから預け入れ時は当座預金10万で、借越が発生したのが3月10日です。ここで当座預金10万取り崩して、そして借越2万を計上するということですね。まとめて当座勘定を使うのが一勘定法です。一勘定法の場合は残高が借方に生ずれば当座預金で、貸方に生ずれば当座借越ですよと、このように判断していくわけです。で帳簿上はこういう2つの方法があるんですけど、表示上はですね、貸借対照表の表示上は帳簿上の処理方法の以下にかかわらず、預金であれば現金及び預金に含めます、借越であればこれ短期借入金ですね、流動負債の短期借入金、そこに含めて表示することになります。帳簿上の取り扱いとは無関係です。一勘定法、二勘定法、どちらによっても預金だったら現金及び預金、借越だったら短期借入金、特に借越の場合の短期借入金の表示注意してくださいよ、ね、短期借入金としてこのようにどちらも表示することになりますからね。だから借越だったら短期借入金が増える、それだけで短期借入金点数が来るってこともありますから、だから当座借越がないかどうかっていうことは必ず目を光らせておくわけです。ちなみにこの問題続きがありまして、次の年度に入ってから6万売り上げて当座預金口座に振り込まれましたと、ここで預金に復活しますね。二勘定法の場合は借越2万消滅して預金の復活、一勘定法はとにかく当座勘定の残高だけで考えますから、いいですよと、そのまま当座勘定ですよということですね。両者は記帳方法の違いにすぎません、仕分けの仕方の違いです。会社の中でどのように仕分けをするのかの違いです。どちらによるかで貸借対照表の表示が変わることはありません。外部に公表する数字はどちらの方法によっても同じですよということですね。はい、
受験上はですね、一勘定法なんですけど当座預金という勘定を使うなんていうケースも多いです。だから当座預金という勘定を使ってるんだけれどもなんかマイナスになっちゃってるよなんていうようなそういったケースも多いですからね。だから臨機応変にと、もう絶対こういう形じゃなきゃいけないとか、特に帳簿上の取り扱いというのは柔軟に捉えてくださいね。はい、当座借越の表示の問題がありますから説明後見ていきましょう。はい、まあ、総合問題に組み込まれるような形ですよね。これも考えてみてくださいね。ですかね。いいですか。問題文の1番が決算整理前残高試算表と、まあ、一部とありますけど、総合問題ですとこれがずらっと並んでるわけですよね。だから、まあ、総合問題に組み込まれる形式でもって、この問題作られているわけです。現金勘定4500、当座預金勘定9300で、問題文の2番見ますと、当社は XY2 つの銀行に当座預金の口座を開設していますと。 Y 銀行とは限度額5000の借越契約を締結していますよということですね。で、決算整理前残高や資産表の当座預金勘定9300ですけど、その内訳 X 銀行が12000、 Y 銀行はマイナス2700、合計9300とあります。まあ、今言ったばっかりなんですけども、この問題は当座預金勘定を使っていますが、これY 銀行マイナスですよね。借り越しなんですよね。だから一勘定法なんですけれども当座預金勘定を使っているというそういう問題です。こんなことをしていいのとか、そういうことは別に考えなくていいですよ。臨機応変に、受験所の問題ですから。だからまずこの問題で考えなきゃいけないのは、この当座預金勘定の残高もどうでもいいよと、内訳で考えましょうと。 Y 銀行についてはこれ借り越しですから、だからこれは短期借入金ですよね。 X 銀行は預金です。現金と合わせて現金予備預金として表示しましょうと。その結論部分が分かればいいです。貸借対照表の現金予備預金は現金の4500と X 銀行の当座預金の12000の合計16500です。 Y 銀行の借越しは短期借入金として表示です。ちなみにこれ決算整理の仕分けをするならば、借り方当座預金2700、貸し方当座借越2700ということになりますよね。はい、ですかね。あと1点、まあ、重要な注意事項説明しますけれども、財務諸表論の問題で会社計算規則に基づいた財務諸表の作成ということが問われた場合には、表示の組み替えのための仕分けが問題の解説に示されることがあります。帳簿上の仕分けではなくて表示の組み替えですね。だからこんな感じですよ。帳簿上の現金勘定、これは表示上は現金予備預金だよと振り返してますね。そして当座預金勘定9300となりますけれども、これは X 銀行と Y 銀行ネットした金額9300ですね。まあ、一旦現金予備預金に振り替える。ただ Y 銀行については借り越しです。だから借り越し分現金予備預金増やしてあげて、そして短期借入金計上ですね。だから帳簿上は現金勘定4500、当座預金勘定9300なんですけど、表示上は現金及び預金がこの全部の合計ですね、16500ですよね。で、短期借り金が2700と、まあ、このように表示の組み替えの仕分けというものが解説に示されることがあります。これを見てもびっくりしないようにということですね。帳簿上だけでしたら、この問題行うべき決算整理の仕分けというのは借り方当座預金2700の貸し方当座借り越し2700なんです。だから決算整理後残高試算表を作ってくださいなんていう問題ですと、帳簿上の決算整理後残高試算表ですから、この仕分けを行って集計すればいいわけですよね。でも財務諸表を作ってください、特に会社計算規則に基づいた財務諸表を作ってくださいというような場合には、現金とか当座預金、これ帳簿科目であって
表示上の科目じゃありませんから、だからそれを分かりやすく示すためにこういう表示の組み替えの仕分けを解説に書くことがあります。だからこれは帳簿上の仕分けなのか、それとも表示の組み替えなのかということを区別できるようにはしておいてください。はい、じゃあ次いきましょう。4-23ページ、小切手とありますけど、まあ、当座預金につきものなのがこの小切手だということですね。で、特殊なまあ小切手というものが、ここで示されているわけなんですけれども、4-23ページには見渡し小切手とあります。見渡し小切手はもう少し後になってから見ます、ね、もう少し後というのは数分後に見ます。で、不当たり小切手見ていきましょう。4-25ページですね。はい、振り出し人の支払い資金の不足などの理由によって銀行に支払いを拒絶された小切手とありますけれども、まあ、先ほどもちょっと不当たりの話をしましたが、小切手ではまず滅多に出てきません。で、説明していきますと、当社は今度は小切手を受け取る側という立場で考えましょう。だから取引先に対して商品を売ったと、商品を売りましたから代金を回収する立場にあるわけですね。で、その際に銀行振込でもあるいは現金でもなく、この得意先の取引銀行の当座小切手を受け取りましたよということですね。で、小切手を受け取った時には借り方現金、貸し方売上という仕分けをしておくと、現金勘定で処理をするわけですね。で、この小切手ですけれども、自分の取引銀行に持ち込みます。受験上はすぐにお金に換えてもらえるなんていうふうに書いてありますけど、まあ、実際はそうじゃなくって、銀行渡しですからね。ですからこの小切手は当社の当座預金の口座に代金が後から入金されるということで、このように銀行に小切手を持っていたときに借り方当座預金、当座預金勘定を増やしておくわけです。まあ、ただすぐに当座預金の口座にお金がプラスされるわけではなくて、数日後に入ってきます。要は手形交換所を通して小切手の振り出し人の取引銀行の方にこの小切手が回って、そこからお金がチャージされるわけですよね。だからちょっとタイムラグがあるんですけど、でも通常小切手を受け取った当社は銀行に持ち込んだ日に借り方当座預金という仕分けを行っておくわけです。で、普通はこの小切手はちゃんと決済されるんですよ。得意先、小切手を振り出したこの得意先の取引銀行の口座から、ね、当社の取引銀行の当社の当座預金の口座にお金が振り込まれることになるんですけれども、ね、しかし取引先の取引銀行の当座預金の口座にお金が足りないという事態になってしまいますと、これ不当たりです、ね、この銀行はこの小切手の代金の支払いを拒絶します。ですので当社の取引銀行も、いや、これ小切手持ち込まれたけど、これ実は紙切れだったよと、お金渡さないよってことになっちゃうわけですね。お金もらえません。はい、で、こうなった時に一体どうするのかと言いますと、小切手を銀行に持ち込んだ時に当座金勘定を増やしていましたでしょ。でも当座預金にお金がプラスされることがなくなりましたから、当座金勘定を減らします。その上で当社はですね、まだこの相手先から代金を受け取っていないことになりますよね。商品を売った代金、受け取っていたはずの代金がただの紙切れだったということですから、ですからその請求する権利があります。これを不当たり小切手という勘定で処理をしていくということですね。不当たり小切手勘定、はい、これが小切手の不当たりです。ただ、さっきも言いましたけど、小切手の不当たりというのはまず起こらないですよ。もう詐欺のケースだけですよ。だってなんで口座にお金がないのに小切手を振り出すんだってことですよね。不当たりのこと分かってるわけですよ。だから普通は考えられないわけですし、また当社も、ね、お金がなさそうだったら分かりますから ね、安易に商品を売ったりすることもないですよ。だからめったにこういう不当たりの小切手を捕まされるってことはないです。
で仕分け確認しておきますが、節令7ですね、4の26ページです。これも眺めるぐらいでいいと思いますよ。まず1番、売掛金の回収にあたって小切手受け取りましたと。借方現金、貸方売掛金ですね。で、この小切手ですけど、これです。取り立てを依頼したと。まあ、普通はこういうふうに書くんですね。で、実際も実務においても小切手を受け取ったら、まず取り立てを依頼するわけです。その場でお金をもらえるということはありません。銀行渡しです。で、取り立てを依頼したときに借方当座預金ということで預金勘定を増やしておきます。ただ不当たりになりますと、ね、結局紙切れだったということですから、増やしていた当座預金勘定、これ結局増えなかったわけですから元に戻すわけですね。とともに売掛金をまだ回収していないことになりますから、ですからその請求権、債権計上します。不当たり小切手、こういう科目で計上します。要するにこれ不良債権なんですよね。まあ、相手が不当たりを出したわけで、不当たりというのは半年以内に2回やってしまいますと銀行取引停止、すなわち事実上の倒産です。だからまあ不良債権ということなんですけれども、なのでちょっと細かいことを言いますと、この不当たり小切手というのは貸借対照表の表示上は破産構成債権等という科目ですね。これで表示されます。これ債権債務のところで改めて見ていきます。でもくどいようですが、小切手で不当たりというのはあんまりないと言いますか、まだ見ることがない。なので手形であれば不当たりが起こることは、ね、日常茶飯事とは言いませんけどもあり得るわけですけど、小切手の場合はなかなかないですからね。だから小切手の場合はこうやって表示まで問われる可能性というのはそれほど多くないと思いますので、まあ、今のところはこの不当たり小切手という勘定で処理をするんだよと、でこれは債権なんだよと、ね、不良債権なんだよと、まあ、そういうところまで押さえておいていただければ結構です。これが不当たり小切手ですね。あと先日付が4の27ページにありますけど、これはもう 見た通りですよね。先日付小切手というのは先の日付が書いていますから、ですから小切手を受け取ったとしても現金勘定ではありませんと、節令8にある通りです。×1 年3月26日に A 社に対する売掛金1万銭の回収にあたり、同社振り出しの小切手、振り出し日が将来の日付です、これ受け取りましたよと。将来の日付ですから、ですからその日になるまでお金には買えないという慣行があります。従いまして受け取り手形勘定ですね。約束手形を受け取ったのと変わらないわけですよね。はい、それから4の28ページに行きますと、自己振り出し小切手がありますけど、これもかつて減らしていた当座預金勘定を元に戻すということでしたね。 X 社より商品仕入れました代金や小切手を振り出して払いましたと。借方仕入れ、貸し方当座預金、だから X 社が銀行の口座に、X 社が銀行にその小切手を持ち込めば、当社の銀行の口座から1万引き出されるわけですから、だからそれを見越して当座預金勘定を減らしておくんですけれども、 X 社に商品を売ったときに今度はその小切手を受け取っちゃいましたよということですね。はい、ですので減少を取り消します。決して当座預金勘定を増やしているわけじゃありませんからね、そこ注意してくださいね。減少を取り消していると。はい、で次です。満を持して銀行勘定調整表見ましょう。まあ、これが預金の中では一番大事な論点と言っていいですね。当座預金に関する論点です。で決算の問題、決算整理前残高試算表が資料に与えられるというオーソドックスなパターンでよく伝えされるのがこの銀行勘定調整表です。この銀行勘定調整表ですけれども、会社の中で作る管理のための書類なんですね。何を管理するのか。当座預金というのは会社の当座預金勘定の金額と、それから銀行の口座の残高、これは残高証明書に書いてある金額であったり、あるいは通帳ですよね。まあ、当座預金であっても通帳発行する銀行がありますから、まあ、通常の残高、通帳の残高ですね。これが当座預金の場合は一致することがあんまりないんですね。ずれるんですね。会社の当座預金勘定の金額と
銀行の口座の預金残高、通帳の残高です。ずれるんです。ただこのずれというのはちゃんと理由があってずれるんです。その正しいずれなのかどうかということを検証するために銀行勘定調整表というものを内部的に作るんです。だからこれ内部的に作るものですから外部に公表するものではありませんから、作り方そのものについて明確なルールというものはないわけですね。ないんですけれども、しかし作れるようになっておく必要があるんです。作れると問題を正確に、そして迅速に解くことができるようになるわけなんですね。受験上は期末だから、今朝の問題ですとね、期末において銀行から当座預金の残高証明書を取り寄せたらこの金額だったと、この金額は当社の当座預金勘定の金額とずれているということで修正をしなきゃいけないんです。そのためその材料として銀行勘定調整表を下書き用紙に作っていくんです。さすがに税理士試験で、ね、銀行勘定調整表そのものを作ってくださいっていう問題はもうこのご時世では出ないでしょう。 100% 出ないとは言い切れませんけれども、まあ限りなく可能性は低いと思います。でも下書きには作れるようにならなきゃいけないんです。でこの銀行勘定調整表ですけれども、企業残高基準法、銀行残高基準法、それから企業残高銀行残高区分調整法と3つ方法がありますよということが4の33ページにありますけれども、作れるようになる必要があるのが一番最後、企業残高銀行残高区分調整法と。これは何なのかって言いますと、フォーマットが4の33ページにありますけれども、企業残高というのは会社の当座預金勘定の金額です。銀行残高というのは銀行の口座に入っているお金、つまり銀行の残高証明書であったり、あるいは通帳ですね、その残高です。これがずれているわけですよね、この2つが。でそれぞれからスタートしてそれぞれを修正する、加減算して、そして修正残高を求める。でこの一致を確認することによって、ね、正しい際なんだなということを検証する。それが企業残高銀行残高区分調整法なんです。他の2つの方法というのはこの変形です。企業残高基準法であれば企業残高からスタートして調整加減算して銀行残高を求めていくと、一致を確認していくという、そういうアプローチで作っていくという銀行勘定調整表ですね。だからこの形だけ押さえておいていただければ結構です。ですか。で基本構造ですね。ここから理解するところですよ。企業残高と銀行残高がずれている。会社の当座預金勘定の金額と銀行の口座に実際入っているお金の金額ずれている。なぜずれるのかということですね。当座預金が増加する取引で、いいですか。当座預金が増加する取引で、会社側では借方当座預金という仕分けをしたと。つまり入金の処理をしたと。で、銀行側でも当座預金の口座にお金をプラスしたと。入金処理をしたと。この場合は、両者ずれることないわけですよね。一致するんですよね。会社側では借方当座預金という仕分けをしているんです。で、銀行も当座預金の口座に入金の処理をしているんです。口座にお金をプラスするという処理をしているんです。その場合はずれることはないわけですよね。同じように当座預金が減少する取引で、企業側では貸方当座預金という仕分けをした。銀行側でも当座預金の口座からお金を抜き取る処理をしたと。この場合一致するんですよ。ってことはですよ、いいですか。当座預金勘定の金額、企業残高と口座に入っているお金、銀行残高、これがずれるケースというのはどっちか一方でしか処理をしていないと。どっちか一方でしか処理をしていない、どっちかは処理をしていない、そういう場合にはずれが生ずるんですね。例えば当座預金が増加する取引で、会社側では
借り方当座預金という仕分けをした、でも銀行側では当座預金の口座にお金をプラスしていないと、こういうことがあるとずれるわけです。でもこれは理由があってずれているということですよね。でこういうずれが生じたときに、じゃあ処理をした方としていない方、どちらが引き出し可能残高を示しているか。引き出し可能残高というのは、その日時点、例えば期末日時点、3月31日時点において最大限いくらまでなら小切手を振り出すことができるか、そういう意味の金額ですよ。引き出し可能残高、どちらが引き出し可能残高を示しているのかということを考えて、示していない方を銀行勘定調整表の上で修正していくと。示していない方が企業残高であれば企業残高を修正する、示していない方が銀行残高であれば銀行残高を修正する、まあ、こうやって全ての際について修正すると、どちらからスタートしても引き出し可能残高同じ金額で一致することになるわけですね、まあ、そうすることによってこの両者のズレはちゃんと根拠があるズレだったと検証できたということになるわけです。はい、まあ、というわけで繰り返しになりますけれども、企業残高と銀行残高がずれるというのは、どちらかでは処理をしている、でもどちらかでは処理をしていないという、そういう取引があるからですね。当座預金が増加あるいは減少する取引のうち、一方だけで処理をして、もう一方では処理をしていない、そういう取引があるから。でそういう取引を分類しますと、全部で4形態に分かれます。まあ、当然のように4形態ですよね。当座預金が増える取引について、企業側では借方当座預金という仕分けをしている。銀行側では当座預金の口座にお金をプラスしていない。ずれますよね。当座預金が減少する取引で、企業側では貸方当座預金という仕分けをしている。でも銀行側では当座預金の口座からお金を抜き取る処理をしていない。ずれますよね。当座預金が増える取引について、企業側では何もしていない。でも銀行の口座にはお金がプラスされていると、ずれますよね。当座預金が減少する取引において、企業側では何も処理をしていない、でも銀行側では当座預金の口座からお金が抜き取られている、ずれますよね。この4形態しかないんです。はい、具体例どんなものがあるのか。まず形態 A なんですけれども、1つ目、時間外預け入れ。これ何なのかって言いますとね、銀行の営業時間外にお金を預け入れたということですよ。だから例えば夜間金庫のようなものですよ。3月31日の夜に夜間金庫にお金入れた、そんな感じです。会社側では借り方当座預金という仕分けやりますよね。だけど銀行では翌日の入金にしてるはずです。タイムラグが生じちゃうんですね。だから例えば3月31日時点でそういうズレが生じた場合には、翌日には解消されるわけですけれども、でもその時点ではずれたままになっていますということです。これが時間外預け、締め後入金とも言います。銀行の営業時間外に当座預金の入金をしたと、銀行では翌日の入金になるわけですね。それから見取り立て小切手、これさっき説明しました小切手の取引の流れの中で出てくるものですね。この図ちょっと見ておきましょうか。不当たり小切手のところで説明した図ですね。小切手を受け取ったら銀行に持ち込んで、そして、まあ、すぐにお金に換えてもらえるわけではなくって、手形交換所を通してそこからお金がチャージされるわけですから、ですから小切手を銀行に持ち込んだ時に取り立てを依頼して、すぐに当社の当座預金の口座にお金がプラスされるわけではないわけですね。数営業日必要になるわけです。ただ当社は当座預金の勘定は小切手を銀行に持ち込んだ時に増やしちゃってますから、仕分けはしちゃってますからね。持ち込んだ時に借り方当座預金で仕分けをしている。でも銀行の口座にこの小切手の分だけお金がプラスされるのは数日後なんです。はい、この場合はずれてしまいますよね。ただこれもやっぱりタイムラグなんですよね。何日か経ったら銀行の口座にお金がちゃんとプラスされます。
タイムラグなんです。これが見取り立て小切手、まあ、どちらも当座預金が増加する取引で、会社側では借方当座預金と仕分けをしているんです。でも銀行側ではまだ当座預金の口座にお金がプラスされていない。時間外預け入れでしたら翌営業日にプラスされます。見取り立て小切手でしたら数日後にはプラスされる。そこで追いつくわけですね。はい、それから携帯 B、 当座預金が減少する取引です。会社では仕分けしてます。だから当座預金が減少する取引ですから、小切手を振り出すっていう取引ですよね。会社では貸し方当座預金と仕分けをしている。でも銀行の当座預金の口座からはお金が引き落とされていないっていうことですから、ですからね、その小切手がまだ銀行に渡っていないんですよ。でそれは2つのケースがあるんです。見渡し小切手と見取り付け小切手。やっと出てきました、見渡し小切手。はい、当社が例えば仕入れ先などに対して小切手を振り出すという場合ですね、まあ、この作った時に借り方買掛金貸し方当座預金と仕分けをした。だからもうこの時点で当座預金価値を減らしておいたわけです。でその小切手を、まあ、相手に渡して、そして相手が銀行に持ち込めば銀行の口座からお金が引き落とされるわけですよね。でもまだそこに至っていない。だから会社では当座預金勘定を減らしましたけど、銀行の口座からお金が引き落とされていないというのが携帯 B なんですけど、見渡し小切手っていうのはなんとなんとまだこの小切手が当社の手元にありますよと。だから金庫の中にあったりするんです。現金のところで出てきましたね。現金と紛らわしいもの、見渡し小切手と金庫の中にまだ渡していない小切手、それが保管されていたりするわけですよ。もちろん現金じゃないんですね、はい、あと見取り付け小切手というのは相手には渡したんだけど相手がちょっともたもたしていますと。これが見取り付け。ただどちらもですよ、まだ銀行に渡ってないんですね。なので当座預金勘定は減らしましたけど、当座預金の口座からお金は減っていませんよ、ずれた状態になっていますよっていうことなんです。これが携帯 B で、携帯 CD はこれ単純なんですね。銀行の口座にお金がプラスされている、あるいはマイナスされている、でも会社側では仕分けしていないっていうのはこれ単なる未記帳なんですよ。振り込みがあったんだけれども通知がないから未記帳とか、あるいは引き落としがあったんだけど通知がないから未記帳とか、そういうものなんですね。これはまあ単純なんです。はい、というわけでこの4つの携帯、まあいずれにせよこういうズレがありますと、企業残高と銀行残高一致しなくなるわけですね。で、これら再形態についてそれぞれの際の形態ごとに一体どちらが引き出し可能残高なのか、処理をした方なのかしない方なのか、どちらが引き出し可能残高を示しているのかということを考えて、で示していない方をこの表の上で修正していくんです。あくまで表の上で修正していくんです。でそうやって修正すると全部の際の原因について修正が終わったらどちらも同じ金額、つまり引き出し可能残高になってるわけですよね。そこで一致を確認して、あ、よかったねということで作り終えるのが企業残高銀行残高区分調整法なんですよ。分かりやすいところから見ていきましょう。携帯 CD はもうこれ単純なんですよ。会社側で仕分けをしていないだけなんです。お金が入ってきた、あるいは出ていったんです。もうこの事実がある。だけど会社側にその通知がないから仕分けをしていないだけ。本当は仕分けをすべきなんですよね。だけどしていないからずれているわけで、ってことはですよ、すでに処理がなされています銀行残高の方が当然のことながら引き出し可能残高を示しているわけですね。携帯 CD は企業残高、処理をしていない企業残高は引き出し可能残高を示していませんから修正しましょうということです。携帯 CD は銀行残高が引き出し可能残高です。だから企業残高を修正していきます。携帯 C はこれは加算修正ですね。携帯 D は減算修正していきます。
これが引き出し可能残高を示していないわけですからね、修正すると引き出し可能残高に近づくわけですよ。はい、形態 A。 形態 A は当座預金が増加する取引で、会社側では借方当座預金という仕分けをしています。銀行側では当座預金の口座にお金がプラスされていません。どっちが引き出し可能残高でしょう。例えば3月31日の時点で会社側では借方当座預金という仕分けをしている、だから当座預金勘定は増えている。でも銀行では翌営業日の入金だったり数日後の入金だったりということで、少し時間が経たないとプラスになりません。3月31日の時点ではこれが反映されていない、少ない数字になっているわけですね。どっちが引き出し可能残高かと。3月31日の時点で最大限いくらまでなら小切手を振り出すことができるかということですけれども、なんとなくですね、銀行残高未記帳なわけですよね。この分反映されていないわけですよね。であれば今ある銀行残高の分、当座預金の口座に入っているお金の分しか小切手を振り出せないんじゃないかなと思われるかもしれませんけれども、これタイムラグなんですよ。時間差なんです。誤差なんですよ。何日かすると当座預金の口座にお金がプラスされるわけでしょ。黙っていてもプラスされるわけでしょ。それを考えたら3月31日の日付ですでに増やしている企業残高の分だけ小切手を振り出しても不当たりが起きることはないんですね。はい、ですから実は携帯 A に関しては引き出し可能残高は企業残高なんです。時間差に過ぎませんからね。時が経てば銀行の方もプラスされるわけですから。ですから引き出し可能残高はあくまで企業残高ということで、銀行残高を加算修正します。携帯 A ですね。携帯 B、 当座預金が減少する取引で、すでに当座預金勘定を減らしている、つまり小さくなっている企業残高と、まだ減らしていない大きいままの銀行残高、どちらが引き出し可能残高なのかということなんですが、実は携帯 B は見渡し小切手と見取り付け小切手で違うんですね。どっちが引き出し可能残高か。見渡し小切手っていうのは、これ小切手を作っただけで当座預金勘定を減らしちゃったわけですよ。フライングなんですよね。本来小切手というのは相手に渡して初めて当座預金勘定を減らすべきなんです。相手に渡しませんと、だってこの小切手というのは銀行に渡る可能性がないわけですからね。自分が持っているうちは何年何十年経ってもこの小切手は銀行に渡ることはないわけですから、当座預金の口座からお金が引き落とされることはないわけですからね。ですから相手に渡して初めて本来当座預金勘定を減らすべきだったんです。でもフライングしちゃったんですよね。見渡し小切手に関しては引き出し可能残高は大きいままの銀行残高なんです。ところが見取り付け小切手は、これはもう小切手の運命を相手が握っているわけで、これはまさに時差なんですよね。誤差なんです。何日かすれば銀行の口座からお金が引き落とされますよねと。ということですので、すでに減らしています企業残高の方が引き出し可能残高を示します。つまり見渡し小切手の場合と見取り付け小切手の場合で正しい方の数字が違うわけですね。見渡し小切手の場合は銀行残高、大きいままの銀行残高の方が引き出し可能残高を示します。ところが見取り付け小切手はすでに減らしている企業残高、企業残高の方が引き出し可能残高を示します。なので見渡し小切手は企業残高をこれ加算修正ですね。フライングだったんです。減らすのが早かったんです。だから元に戻しましょうよと加算修正。一方見取り付け小切手は銀行残高を減算修正です。だから銀行残高を直すものっていうのは、これはタイムラグがあるものでしょう。時間が預けれも見取り立て小切手も、それから見取り付け小切手もタイムラグがあるものですよね。時間が経てば口座にお金がプラスされる、あるいは口座から引き落とされるというものですからね。だからそういうものについては反映させた金額が引き出し可能残高になりますよということです。はい、というわけでこれら全部修正しますと、どちらからスタートしても同じ金額になります。これで一致を確認することができるわけなんですね。これを作りましょうと、下書きにこれを作りましょうと。
ということです。はい、じゃあ具体的な数値例見ていきます。4の34ページです。この問題解けるようになってください。これも総合問題に出るような形ですね。はい、いいですか。当座預金、決算にあたって銀行から残高証明書を取り寄せました。9万6000円だと。ところが当社の当座預金勘定の決算整理残高8万ずれてます。理由がずれなんです。はい、そのずれの原因調べたらこれだけありましたよと。7つもありますね。こういう問題が出たら、まずは銀行勘定調整表を作るわけです。でその銀行勘定調整表を作るにあたって差異の原因が1から7までありますね。片方は処理をしている、企業と銀行のどちらかは処理をして、どちらかは処理をしていないわけです。それがどういう関係なのかということを考えて、で次にどちらが引き出し可能残高なのかということを考える。引き出し可能残高を示していない方を銀行勘定調整表の上で修正するわけですね。はい、企業残高、銀行残高、区分調整法のフォーマットを下書きに作っておくわけです。銀行残高9万6000、企業残高8万と。はい、で上から順に考えていくわけですね。一番上は何でしょう。決算日において現金預け入れました、でも時間外、これは時間外預け入れ、締め後入金です。会社側では借り方当座預金という仕分けをしている、でも銀行側では当座預金の口座にお金をプラスしていないわけですよね。だからずれたんです。2番は得意先より売掛金1万2000円を回収しました、小切手で回収した、直ちに当座預金預け入れた、でも見取り立て、これ見取り立て小切手ですね。借り方当座預金という仕分けをしたんだけど、まだ銀行の口座にお金がプラスされない、だからずれたというものですね。括弧3は見取り付け小切手ですね。買掛金を払った、小切手で払った、振り出したんです。振り出すときに貸方当座預金と仕分けをしたんです。でも相手がまだ銀行に持っていてない、もたもたしている、だから銀行の口座からお金が引き落とされていないわけですね。ずれちゃってるわけです。はい、括弧4は見渡し小切手です。小切手を作ったときに貸方当座預金と仕分けをしちゃったんです。でもまだ渡していませんから、当然のことながら銀行の口座からお金が引き落とされることはありませんね。これが括弧4は見渡し小切手。括弧5、括弧6はこれは未通知ですね。括弧5は当座預金への振り込みがあったんだけれども通知がなかったから仕分けをしていないと。銀行残高の方は3000円増えていると。銀行では処理をしている、でも会社では仕分けしていませんよと。括弧6も同じですね。銀行の口座からはお金が引き落とされている、銀行では処理をしている、でも会社では仕分けをしていませんよということですね。はい、あと括弧7番、売掛金の回収にあたり自己振出小切手を回収した際に現金勘定で処理と。自己振出小切手を回収した際に現金勘定とありますけれども、自己振出小切手というのはこれは小切手を増やすときに当座預金勘定を減らしていたわけですが、自分のところに帰ってきたらそれを元に戻すわけですよね。それを現金勘定で処理をしていたということは誤った処理です。誤っているがゆえに当座預金勘定の金額、企業残高が引き出し可能残高になっていないという、そういうケースですね。まあ、どちらかが処理をしてとかそういうことではなくて誤った処理をしているという、そういうケースです。はい、というわけで4の34ページですけれども、括弧1から括弧6まではどちらかが処理をしてどちらかが処理をしていないと。だからこの場合はどっちが引き出し可能残高なのかということを考える。引き出し可能残高でない方を銀行勘定調整表の上で調整していくわけですね。で、誤処理はこれ会社が誤っているわけです。企業残高が間違っているわけですからね。帳簿残高は適正ではありませんから、企業残高を修正していかなければいけませんよねということですね。はい、というわけで括弧1から見ていきますけれども、時間が預ければ会社では借方当座預金入金です。銀行ではまだ当座預金の口座にお金がプラスされていない。
で、引き出し可能残高は企業残高でしたね。単なる時間差です。銀行残高を加算修正していきます。この紙の上でやっていくだけですからね。まだ仕分けとか後で説明しますからね。はい、次2つ目、見取り立て小切手です。これも時間差ですよね。会社では借方当座預金と仕分けをしています。でも銀行では当座預金の口座にまだお金がプラスされていませんが、数日経てば必ずプラスされます。はい、ですので時間差です。企業残高を加算修正です。かっこ3は見渡し、すみません、見取り付け小切手です。見取り付け小切手も時間差でしたね。会社側では貸方当座預金と仕分けをしています。銀行の当座預金の口座も数日経てば引き出しがあるでしょう、引き落としがあるでしょう。はい、ですので、企業残高の方が引き出し可能残高を示しています。銀行残高を減算修正ですね。で、括弧4が見渡しです。見渡し小切手は会社の仕分けがフライングだったわけですね。貸方当座預金という仕分けをしましたけど、それは相手に渡してからやるべきものなんです。引き出し可能残高は大きなままの銀行残高ですから、企業残高を加算修正していくわけですね。括弧5括弧6はこれは考える必要もない、未記帳ですから。ですから会社がまだ処理をしていないだけですので、引き出し可能残高はもちろん銀行残高です。企業残高を修正していきます。入金の未通知、引き落としの未通知、そして誤処理事項も結局会社側の処理が間違っているわけですからね。企業残高は引き出し可能残高を示していません。1万6000プラスしてあげる必要があるということです。というわけで、これができますと、どちらからスタートしても同じ金額が求まります。これが引き出し可能残高です。で、これを何で下書き用紙に作らなければいけないのかって言いますと、これで全部ことが足りるからなんです、ね、どういうことかっていうと、引き出し可能残高ってことはこれが預金としての資産の金額でしょ。これが時期繰り越したかになるわけです。貸借対照表の現金及び預金にはこの金額が含まれるわけです。それがまず一目瞭然なんです。仕分けをせずとも出てきますよと。あと仕分けは結局この部分ですよね。だって企業残高が当座預金勘定の決算整理前残高でしょ。で、修正残高が時期繰り越したかってことは決算整理後残高ですよね。ってことはこれを決算整理で仕分けすることになるわけです。つまりこの企業残高銀行残高区分調整法による銀行勘定調整表を作りますと、貸借対照表に計上する金額、仕分けをすべき金額、これ全部出るわけですね。答えが全部出るわけです。だからこれを作りましょうってことなんですね。はい、よろしいでしょうか。これは仕分けは括弧4以降のもの。ここで当座預金勘定動いてますけど、これ結局企業残高を動かしてるわけでしょう。まあ、それだけやっておけばいいですよということなんですね。はい、よろしいでしょうか。だからまずは企業残高銀行残高区分調整法による銀行勘定調整表を作れるようになってください。でそこから必要なデータを全部得ることができます。はい、よろしいですかね。あと1点だけちょっと付け加えて説明しておきますと、括弧4番見渡し小切手なんですけれどもね、営業費の支払いのために作成した小切手が見渡しだったよと。これ作った時に借方営業費貸方当座預金という仕分けをしていたわけですね。見渡しだったからということで、なんとなく貸借反転の仕分けをしたくなりますけれども、つまり借方当座預金貸方営業費という仕分けをしたくなりますけれども、費用としてはおそらく発生していますから、ですから未払い金使っていきます。ここ、ね、意外と注意しなきゃいけないんです。意外とこういうところ問われるんですよ。見渡し小切手で営業費の支払い、つまり費用の支払い、その場合は費用を取り消さない未払い金の計上です。未払い金がこれで動きます。未払い金が動くのはこれだけで、この処理をするだけで未払い金の点数を取れるなんていう問題もありますからね。ですかね。はい、というわけで、預金の一番大事なところを見終わりました。はい、この流れで表示いきましょう。4の37ページです。だいたい今まで見てきた通りですね。現金
それから預金の表示ですけれども、現金は全部流動資産、現金及び預金です。預金については1年基準でしたね。1年基準で現金及び預金、あるいは長期性預金です。投資の他の資産の長期性預金ということで分けられます。現金は現金及び預金、小口現金もそうですよ。会社の中で現金勘定で扱っていようとも、小口現金勘定で扱っていようとも同じ現金です。預金は1年基準です。当座借越は短期借入金でしたね。表示ちゃんと押さえてください。はい、4-38ページに表示の問題があります。こういう問題ちゃんと押さえていくんですよ、ね、財務者評論対策ですけれどもね、必ず今見て考えて、貸借対照表がどうなるのかとイメージしてみてください。いいですか。まず当期×3年度3月決算ですよと。決算日が×4年3月31日ですね。この決算日っていうのは1年基準を判断する際のその元になるデータになりますから。だから預金に関しては満期が×5年3月31日以前であれば流動です。それを超えた場合、×5年4月1日以降であれば、これは固定ですね、長期性預金ということで投資の他の資産の区分に表示されることになります。はい、でいろんな科目ありますけど、小口現金と現金、これはまとめて現金ですね。経理部の金庫の中にあるお金と、それから各部署の小口担当者の手提げ金庫の中にあるお金、その合計ということですね。で当座とあります、これ一貫情報ですね。見ますと高銀行の当座預金が58,000、乙銀行は借越です。だからこの時点でこの2000は短期借入金だということが分かりますね。で58,000が預金ということです。で普通預金、通知預金、当座預金が58,000で普通預金110,000、通知預金12,000、これ現金及び預金ですよね。あと別段も現金及び預金、それから定期預金ですが、これは期日によって変わってきます。乙銀行100,000、平銀行200,000とありますけれども、平銀行の200,000は満期日が×5年12月31日、つまり決算日の翌日から起算して1年以内に満期日が訪れません。だからこの部分だけが固定資産長期性預金ですよね、はい、ということになります、ですのでこれもし問題文に書き込みをするならば、当座については58,000と、それから借越2,000、こうやって分けておいて、で、定期預金もそうですね。定期預金も乙銀行の100,000、高銀、平銀行の200,000と分けておいて、で流動となるのは小口現金、現金、当座の預金部分、普通預金、通知預金、定期預金については乙銀行、そして別段預金と、これが流動ですね。現金及び預金ですよね。でこの2000というのが短期借入金ということになりますし、また200,000は投資その他の資産の、はい、長期性預金ですね。そんな形で分けて解くことができます。頭の中でこういうふうに整理してくださいね。貸借対照表はこうなります。はい、よろしいでしょうかね。ということで最初にも説明しましたけれども、現金や預金に関しては仕分けがどうなるのか、そこだけに意識を生かさないようにしてください。総合問題ではどういう形で出るのかということを常に考えながら、どういうパターンで出るのか、そういうところに意識がいきますと、実際実践的な復習を行うことができますからね。はい、というわけで計算はここまでです。あまり時間もありませんけれども、理論見ていきましょう。理論は引き続き第1章ですね、財務会計総論の1ということですけれども、今回は3つ目です。会社法会計、金商法会計と、これまでも大体説明してきている内容ですね。我が国の制度会計2つありますよということですけれども。
会社法改憲、金商法改憲、それぞれ元になっている法律があります。会社法と金商法ですね。まあ、会社法というのは全ての株式会社が適用対象で、金商法の場合は上場会社などが適用対象ということになるわけでしたね。で、法律にはそれぞれの目的があるわけですけども、まあ、これもお話ししてきた通りです。会社法は前身が旧商法、まあ、旧商法は商取引を活発にすることが経済全体の発展につながるんだよと。じゃあどうやったら商取引が活発になるのかといったときに、債権者を保護すればいいと。あと経済を発展させるためには株式会社という制度ですね、それをまた発展させていかなければいけない。株式会社という制度を発展させるためには株主さんを保護しなければいけない。まあ、ところがその株式会社をめぐっては、株主と債権者というのは利害が対立する関係にある。これを調整していかなければいけない。まあ、こういうところが目的なわけですね。だから会社法改憲というのはこのための改憲です。一方、金商法、前身は商取法です。証券取引法です。証券市場発展させましょうと。そうすることによって国の経済を大きなものにしていきましょうと。それが目的ですね。で、その証券市場を発展させるためには投資家を保護すればいいと。証券市場にお金を供給するのが投資家です。この人保護しませんとお金が出てこなくなる。だから投資家を保護するということが目的ですね。そのための改憲なんです。はい、会社法改憲と金商法改憲、それぞれの目的のために存在しているということですね。で、ちょうど前回なんですけれどもね、財務改憲の目的と機能というところで、利害調整機能、情報提供機能があるんだよという話をしましたね。 1-4 ページです。これ前回写した内容です。会社法改憲が重要視しているのはこの利害調整機能なんですね。株主と債権者などの利害調整。一方で金商法、金商品取引法改憲が重要視しているのはもちろんこちらです。金商法は投資家のための改憲ですからね、投資家の意思決定に役立つ情報の提供ということですね。はい、まあ、というわけで 1-5 ページ見ますと、そこら辺の内容が書かれています。会社法は企業をめぐる個々の経済者のそこかの利益の調整を目的としますよと。株主と債権者、その利害の調整ですね。だから財務改憲の持つ利害調整機能、この利害調整というのは主として会社法改憲を通じて遂行されるとあります。一方、金商法ですけれども、こちらは投資家保護ですね、情報提供機能を重視していますよということですね。金商法は企業内容の開示制度の整備とディスクローザー制度です。これを整備することによって投資家を保護するということを目的の一つにしていますよということですね。これも皆さんちょっと考えてください。投資をする場合、お金を委ねるわけですからね。どこの馬の骨ともわからないような相手にお金を預けられませんよね。だから相手を知りたいわけですよ。知りたいわけですけれども、そういう知ることができない環境ですと、投資家は高いリスクを取ることができませんから投資しないってことになりますよね。なので投資家が安心してお金を出せるようにするためには、ディスクローザー制度、企業内容の開示制度、有価証券報告書を通じて企業がその中身というものを投資家に対して適切に開示するという、そういった制度を作んなきゃいけないということですね。だからその有価証券報告書の中で財務諸表を開示する。で、この財務諸表については公認会計士の監査、これを受けなければいけないと。だからそういう制度を作ることが投資家の保護につながっているわけなんです。だから財務諸表を作って、そして開示するっていうことも投資家の保護につながるわけなんですよね。ですので金商法の場合はこちらです。情報提供機能、投資家の意思決定にする情報の提供点、そちらが重要視されますよというわけですね。
て両者の比較ですけど、1の6ページですが、まあ、これもこれまでも見てきた図ですね。会社法は債権者株主の保護と両者の利害調整、金商法は投資家の保護ということを意識しています。でその制度会計が会社法会計、金商法会計なわけですけれども、そこで出されますアウトプットですね、会社法の場合は計算書類です、金商法の場合は財務諸表です。中身は微妙に違います。目的が違うからですね。ですから中身が違うということです。で表示に関しても会社法の場合は会社計算規則、我々はこれにのっとった計算書類の作成ですよね、それを意識していかなければいけないわけですね。財務諸表論ではこの会社計算規則に基づいた計算書類、損益計算者貸借対照表の作成が問われます。一方金商法の場合は財務諸表等規則、あるいは連結であれば連結財務諸表規則ですね、これが表示のルールです。ただ処理については金商法の場合は会計基準、会社法も会社法の計算規定あるいは会社計算規則の中に会計基準、一般に公正だと認める企業会計の慣行、それに従いますよというふうに書かれていますから、だから事実上処理の基準は同じです。既にお話ししていますように計算書類も財務諸表も例えば当期純利益が変わるということはありません。資産負債の金額も収益表の金額も一緒です。だから、表示のルールが違うぐらいという差しかないわけですけど、かつてはもっと大きな差があったんです。商法会計と商取法会計というのは結構大きな差があったんですけど、今はほとんど差がないということですね。はい、会社法会計も金商法会計も会計処理というのは実質的に同じです。会計基準に従います。ただ表示が若干違う。あと、会社法というのは個別個々の企業単位の計算書類がメインですけど、金商法は投資家保護ですね、投資家が必要とする情報は個別よりも連結です、グループでどうだったのかという情報が必要です。よくニュースなんかで流れます、シャープはいくらいくらの赤字だとか流れてますけど、あれ全部連結ですからね、個々の企業単位じゃありません、企業集団です、グループなんです。グループでいくら利益が出たか赤字になったかということが投資家にとっては有用な情報なわけですよね。企業の経営活動っていうのは個々の企業単位で行っているわけじゃありませんでしょ、グループ単位なわけですね。だから何かの事業に進出しようとしたときに、その会社の中で事業部を作る場合と、それから子会社を作ってそこにやらせる場合で実態同じでしょ、実態同じなんですけれども、個別の損益計算書や貸借対照表を作った場合にはどちらにいるかで変わってきちゃうんですね。だから個別の数値っていうのは実質を示しているわけじゃないんです。あくまで法的に独立した企業ですよという意味でのその法的な側面ですよね。それに従って損益計算書や貸借対照表を作っていくということですから、個別の計算書類、個別の財務諸表というのはあんまり投資家の意思決定には役立たないんですね。あくまでグループなんです。経営活動というのはグループ単位で行っている。連結財務諸表を作りますとね、新しい事業に進出するときにその会社の中で事業部を作る場合と子会社を作って、そしてその子会社に出される場合とで同じ数字になるわけですね。グループ単位での財務諸表ですから同じ数字になるわけです。個別財務諸表、個別計算書類ですと違う数字になっちゃうわけです。でもやってることは同じ、中身同じなのに数字が変わるっていうのは本当はまずいわけですよ。意識的には役立たないんですね。だから金商法の場合は連結財務諸表がメインなんです。会社法の場合は個別計算書類がメイン、会社法の場合は株主と債権者の利害調整ということが目的としてあるわけですけれども、その利害調整はどうやって図られるのかといいますと、分配可能額というものを貸借対照表において明らかにすることによって図られるわけで、分配可能額つまり株主さんに配当いくらまでしていいですかっていう金額ですけどね、配当は個々の企業単位で行いますから、だから個別がメインなんですね。はい、そういうこともあって税理士試験ではやはり、個別の数字が基本的に問われるわけです。簿記論も財務諸表論も第3問では
個別の計算書類、個別の損益計算書貸借対処表を作りなさいという問題が通常出されるわけですよね。公認会計士試験ですと、今総合問題といいますと、まず連結財務書を作りなさいという問題なんですけれども、昔は税理士試験、税理士の母材と公認会計士の簿記残帳評論というのはよく似ていたんですけど、もう今はもう全く別な科目になってしまいました。それぞれのその試験の特性ということがあると思いますけれども、とにかく我々はこちら側ですよということですよね。この会社法会計と金商法会計ですけど、これもまあ一つの常識といいますか、会計を理論として学習する際の当然に知っておくべき事項という位置づけであって、これが試験に出るような内容ということではありません。はい、ではそうなりますと今回の内容全部終わりですね。計算で現金預金全部見たわけですから問題解いていてください。財務諸評論編は表情主に通ってるわけですね。簿記論編は会計処理全般通ってると。でくどいようですけれども、総合問題、特に決算整理前残高スタートの総合問題ではどんな形で記載されるのかということもイメージしながら、ぜひ問題集の問題触れていただきたいと思います。そういう総合問題の切り抜きの問題もありますからね、そういった問題の場合はどう解いたらいいのかということも考えながらぜひ解いてみてください。ややオーバーしましたけれども、これで第3回目終わりですね。はい、では3回目終わります。お疲れ様でした。